はい、皆さんこんばんは。というわけでですね、はい、も始まりました神戸中央スロット館からのね放送という形でございますけれども、いや2週間ぶりでございます。2週間ぶりでございます。お久しぶりでございますけれどもね、いやいやいや、今日えらくなんかこうなんかこうカジュアルな格好でお二方来られてますけれども。そうですね、はい、はい、ちょっとカッターシャツ着替えるのがめんどくさかったので私服できちゃいましたついつい。ぶっちゃけましたね。え、私服ですか、はい、店長これ。はい、今日私服です。なるほど、はい、はい、というわけで、ね、僕はパジャマですね、これパジャマ、はい、そうですね、パジャマです、ね、パジャ、あれ、あれ、はい、パジャマ後ろ背中あれなんか書いてません？まあ、大君は T シャツで寝るっていうことが分かりましたね、はい、神戸を遊ぶということで、はい、はい、遊んでください。夢の中で遊べるかなと思って、はい、なるほど、はい、寝ながらも遊びたいということで、ね、そういうことですね。なるほど、はい、なるほど、といった形でございますけどもね、はい、ハードちゃん私服微妙とか言われてますね、はい、微妙と言われましたね夜の神戸で遊ぶってね、神戸中央来てくださいね、はい、夜はね、はい、あ、こんばんは、スマホが見たさん、ありがとうございます。はい、というわけで、なんか大根さん手に持ってるものが。お、そうですね、はい、どうぞ。まあ、早速なんですけども、はい、まあ、神戸中央スロット店、スロット館ですね、スロット店、スロット館、スロット館ですよ、はい、はい、はい、出ちゃうの、掲載ホールですって書いてます。なるほど、なるほど、はい、なるほど、まあ、プラスですね、はい、はい、なるほど、まあ、なんもないですかね。まあまあまあ、そんな、なんかチラッと見てますけどもね、はい、はい、まあ、できれば明日も来ていただきたい、いただければなというふうに思いますんでね。そうですね、はい、そしてあれですよね、あさって、はい、あさって月曜日は、月曜日は、お、はい、あ、修羅の時営業開始ということで、はい、営業開始になりますんでね、20日が全国一斉で開始という形になりますかね。そうですね、最速配信開始ですね、開始という形になりますんでね、はい、ぜひ皆さんね、いらしてください、よろしくお願いします。そうですね、はい、ね、最新段から、はい、バジリスク、絆からジャグラーまでいろいろ遊んでいただけたら、ね、たくさんたくさん台ございますんで ね、はい、神戸中央スロット館ぜひぜひ遊びに来ていただければと思いますんで、ね、はい、純不動ですが、はい、純不動ですね、純不動ということでね、はい、はい、ぜひぜひどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ね、夜の神戸で遊ぶとかね、神戸をもて遊んじゃう TV とかいろんなこと言われてますけどね。そうですね、もて遊んでくださいね。いや本当にね、ぜひぜひこうね、この神戸中央スロット館、はい、スロット館来てね、ちょっと噛みましたけどね、もうそこで笑い出るな今日2人とも噛んでますからね、もう噛み噛みですからね、はい、はい、全員ね、そうです、はい、もて遊んでほしいハードです。お、はい、もて遊ばれたい派ですか、どちらかというと。もて遊ばれたいですね。なるほど、はい、大工さん思い切られてますけど、大工さん的にはどうですか、モテ遊ばれ、いや、もちろんモテ遊ばれたいですね。たいですか、はい、はい、ということですね。そうです、それで1ということで、どういう流れやってほんまに大丈夫今日は。皆さん、さんなんかノリのテンションなんかすごいおかしくなってますけどもね、はい、はい、あとなんですけど、はい、新しい商品を、はい、入荷しまして。お、商品来ましたか。そうですね、あと、はい、ちょっとお客様からご要望ありましたんで、はい、冷蔵庫を、冷蔵庫、はい、新たに、カウンターのところに設置させてもらいまして、はい、飲料を各種類、うん、15種類ぐらいですかね、はいはいはい、それさせてもらって、ワゴンさんがちょっといないので。ああ、なるほど、なるほど、はい、その時はカウンターに来ていただいて。そうですね、メダルで、はい、交換という形になると、はい、それがジュースがちゃんと冷えてるとそうですね、いった形になりますんで ね、はい、でね、ぜひ皆さんね、神戸中央スロット館来た時はですね、利用していただければと思います、ね、そうですね、もう今日から始まりましたんで、はい、あ、今日から、今日からスタートです。おー、なるほど、なるほどね、はい、明日以降来られる方ぜひどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします、はい、お願いします、冷蔵庫を整理券で朝一押さえようって、そういうサービスじゃないですからね。そうですね、はい、そういうサービスではございませんので、はい、今まではメダルでジュースが購入できなかったっていう声があったので、はいはいはい、はい、メダルでジュース購入できるようになったということですので、はい、はい、ぜひご利用ください、よろしくお願いします、はい、お願いします。というわけでですね、本日の志田騎手なんですが、なんとなんと。何ですか。あ、その格好は。私は神だ。お今日も大君に小話の時間をあげようさあ大君、小話を言うんだ。あれ、声が遅れてくるよということでそこ私だじゃなかったの全く気づかなかったっていうのを言うタイミングを逃してしまいましたけどね、はい、もうちょっと準備してなかったですね、はいはい、まあ、いつもね台本なしでやってるんで。そうですね、はい、その場のノリでやっておりますけれども、ね、そうですね、はい、はい、というわけで本日ですけれども、なんと神々の兄弟喧嘩と、はい、そうですね、いうことでして、なんとアナザーゴッドハーデス VS、はいはい、ミリオンゴッド神々の凱旋。そうですね、こちらの方で
対決をしていただくという形になりました。はい、ただ機種がね、本日違いますんで、はい、ちょっとばかし、まあ、ルールというか、いつも通りであればストラックアウトするんですが、はい、本日はそうではなく、何でしょうか、一撃の出玉を、一撃出玉対決ですね。僕らの得意な、お、得意ですか、僕らのアラジンとかで結構見せつけたね皆さんね苦い思い出だいぶあるかと思いますけれどもね、はい、もう完全に今ちょっとうなだれてますけどもね、店長ね、思い出してね、はい、はい、といった形で、本日なんですが、まあね、アナザーゴッドハーデスの方は神戸中央スロット館さんは何台、はい、24台ですね。24台、はい、そして対するミリオンゴッド神々凱旋は10台です。10台、はい、ございますということで、はい、はい、じゃあこのね両機種を今日はいっぺんに打っていってですね、はい、なんと本日ちょっとお知らせしなければならないことがございまして、我々ね、まあいつもね、後半結構いろいろと企画がはい、ございましてですね、はい、まあ、それまでの中で、まあ、今日はちょっと罰ゲームを用意しなくていいかなというふうなことをですね、はい、私来る途中で前々と二人で話しておったわけですよ。まあまあ当たり前だのクラブ、まあまあまあ当然なんですが、はい、ここへ来まして、いい、神戸調査とか来ましてね、いい、ちょっと事務所へ行きまして、いい、いい、何ですかその AA っていうこのなんか合図値入ってます、ウェスカーでしょ、ウェスカーです、はい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 、でですね、事務員のね、事務員の柏原さん、アイスクリーム買ってくれるんですか、アンニャロースね、はい、アンニャロースはどうしたんですか、はい、わざわざ、はい、お手置きのね、はい、お手製の罰ゲームをいただきまして、罰ゲームを用意していただいたと、全然聞いてなかったですね、だから今日ちょっと行く前にニヤニヤしてたんですね、いや、すごい可愛い笑顔しましたよ、そうですよ、もうすごい愛らしい笑顔でですね、はい、店長もう全然さっきから喋ってないですから、手が膨れてますけど口大丈夫ですか、大丈夫ですか、拗ねてますけど、思いっきり拗ねてます、本日こそ罰ゲームはないかと思いきやですね、はい、ちゃんと用意してくれる天使のような梶原さん、はい、はい、先ほどね店長チラッと見られて、どこが天使や、ほんあ、そうなんですか、もう店長見られてるんですか、内容は、なんかね、なんか前からもうずっと言ってたんですよ、なんか、はい、はい、なんか辛いもんは私得意やみたいな自らこう宣言してたわけですよ、そうなんですよ、あ、はい、とわざわざ用意していただきました、はい、ちょっと最後に負けた方には、はい、それを食べていただくと、まあ負けた方にはというか、まあ2人ともなんですけどね、まあ、勝ちますけどね、はい、いつもまあいろいろと巻き込まれてますけど、じゃあまあ僕ら2人がどちらも一撃1000枚超えたら、はい、JP おじさんに食べてもらいましょう、あ、そういうことにしましょう、わ、はい、かりました、はい、じゃあそれは受けて立ちましょう、はい、じゃあぜひそれぐらいは出していただくということでよろしいですね、いや、ただ尻上がりなんで、はい、ね、僕もそうですけども、そうですね、はい、まあ多分2時1分ぐらいにちょうど1000枚いくんじゃないのかなと、はい、行くと思いますんで、はい、では楽しみですね、そういう形で行かせていただこうと思いますので、はい、今日もよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、ちなみにどちらがどちら落ちましょう、こちらが兄貴ですね、あ、兄貴、はい、僕弟です、弟、はい、どっちになるんでしたっけ、ハーデスが弟でしたっけ、はい、ハーデスが兄貴です、ハーデスが兄貴、はい、現在王座を奪われた側ですね、あ、なるほど、そうですね、はいはい、私が弟のゼウスです、はい、弟になるんですね、弟です、私、なるほどなるほど、はい、これあれですよね、なんかポスターの反則用のポスターとかでもなんか神々の兄弟喧嘩みたいなのも結構あったりしますけどね、よくありますね、はい、はい、というわけでね、本日その2台の出玉をね楽しんでいただければと思います、はい、なんかマイマイも入るって聞いたんですけど、僕3台用意してるんですけど、おマイマイさん、マイマイ、え、打ちたいんですか、あなた、あ、凱旋打っていいんですか一応用意してますんで、まあ、まあ一応ね、あ、今しれっと言いましたけど、なんか、はい、なるほど、エンデック軍、我がエンデック軍のね、はい、ちょっと1周年を迎えた、じゃあマイマイにも頑張ってもらおうかとチェックされてる、あ、なるほど、はい、あ、でもマイマイも罰ゲーム候補ねって言われてますけど、はい、そんな罰ゲームなんてするわけないじゃないですか、勝つに決まってるじゃないですかいや、ちなみに今回のタイトルなんですけど、キコーナ VS ゲスパワー VS エンデックになっておりますはい、いうことですんで、まあ、ゲスパワーはね、もちろん、あ、私ですまあまあまあ、画面見ていただけるんですね、そうですね、はい、そういう形になりますんで、はい、はい、というわけで、はい、じゃあそれでいきますか、行きましょうか、はい、じゃあ早速打っていただきましょう、はい、どうぞよろしくお願いします、よろしくお願いします、出た、タタ打ちのエンデック軍だって言われて間違いないですね、呼ばれて飛び出てですよね、これね、もう、はい、願ったり叶ったりですか、前々は、ね、本当、宇宙スポッチャーと違いますよなぜそれを知っているんですか、はいね、いや、私ちょっとさっき感動したんですけど、はい、神戸中央さんね、あ、結構飲み物買わしてもらおうじゃないですか、あの配信前とかに、はい、
なんとお水ヨーグリーナ売ってるんですよ。あ、最近ねなんか品薄と有名の。めっちゃテンション上がりましたよ。売ってるんですか。あれ、いや僕全く知らなかったっすね。いや僕も全然知らない。多分ね、ここ一、ここ多分今日とかに入ったんちゃいます。いやちょっとこれ嬉しかったです。多分なかったと思うんで。いや僕知らなかったっすよ。あ、ますか、はい、今日コンビニで買い忘れたんで、あ、今日は普通の水やなと思ってたらなんとヨーグリーナあったんですよ。あるということで、皆さん、はい、ぜひコンビニを来てください。来てください、はい、買えますよ。皆さんヨーグリーナ売ってるんですね。はい、売ってました。やってやるって。飲んだことないですね。美味しいですか。飲んでやって。私ちょっと最近ハマってますね。じゃあお三方こちらのカメラでは向いていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、というわけで本日ね、異色対決となります。エンデック VS キコーナ VS ゲスパワーということでですね、本日3人で一騎打ちしていく形になりますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。というわけでスタート。こっそりフライングしてたよ。ほんまやほんまや、ずるい。じゃあ一撃性能ということですね。どうぞよ、もうバッチリ出していただいて、はい、はい、ただの透明なヤクルトとか言われてますけどね。そうそう、でもね、透明やけど、あれ、なんであんな味するのかが不思議でしゃあないですよね。まあ、ね、なんですか、南アルプスの天然水のオレンジ味とかも、なんであんな味するのかなって思いますね。あれね、味がついてますからね、実際に。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、はい、3カメしますんでね。よいしょ。うん、体に悪いけどな。サントリー治り商法と言われてますけどね。はい、キコちゃんのサンダイセル有料店って言われてますんでね、ぜひまた来てください。ありがとうございます。お、来ました。そこにはもう食いついていきますね、これね。はい、出た、ただうちのエンデイ君。ゼウスの娘をハーディスに捕らえてる時点で負けって言われてます、ね、そうですね、近親相関ですからね。言うたらいかん、そういうことは。そういうこと言わない。あ、ね、まあ、昔の話、そういうの多いですからね。そうですね、はい、はい、うん、はい、こんばんは。あとでね、はい、こんばんは、いらっしゃいませ。おお、いきなり先生来ましたよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。これ、仕込み、仕込みじゃない、仕込みじゃない。仕込み、ちょっと待って。これ、中段、キー7ぐらいいくんちゃいます。お、違う。お、やったー、赤棚ちゃいます。赤棚っすね。赤棚、いきなり、SGG 来たで。早いっすね。これ、審議じゃないの。ちょっとハードちゃん、早すぎはしませんか。ちょ、待てよ、ちょ。いや、でも、たまにはやっぱりこういう展開。あ、ほら、使おうた、使おうたって言われてますよ。おいーとか言われてますけどね。見えてない、映ってないじゃん。すごい。おい、どうなってんだ、はい、いいですか、うん、仕込んだとか、さすが尻上がりって、もう、はい、尻上がりどころの騒ぎじゃないですからね、これはね。前のめりハードなんで。そうですね、前のめり、はい、もうプレイしてもいいですか。はい、どうぞ、お願いします。今映ってますんでね、はい、やったね。早すぎでしょ、仕込み成功とかね、言われてますけどね。いやー、のっけからえらい展開になりましたね、これは。さあ、チャンスボタン。 いやー、やっぱサングラスかけてると7マスら見えない。よいしょー。あ、上乗せですか。はい、はい、そうですね、セット数これで SD なんでリセットされますよ、また。はい、再びスタートという形になりますね。もう今日は2時まで終わらないですね、店長。可能性が高いですね、これ。これで JP さんにもう罰ゲームさせられるな。そうですね。早くないですか。ハードちゃんは終わるまで帰れませんですか。いやー、それちょっと勘弁してほしいですね。もう明日出勤なんで。いや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 、さあ、これ2個目ですか。2個乗ってますね。これ乗ったらもっぺん、あの SD 的にやり直しっていう形なんですね。そうですね、16ゲームまたリセットになるんで、はい、店長ボタン早すぎやろって言われてます。楽しそうですね、やっぱりそんないきなり。赤7の確率ってどれぐらいですかというコメント来てるんですけども、4000何百分の1ですよね、という話はお聞きしてますけどね、はい、4096分の1だったかな。そうですね、ゴッドの半分の確率になりますんで、はい、いや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 、何ゲームですか。もう8ゲームぐらいでもう当たったじゃないですか。そうですね、18ゲームでもう来ましたよね、これね。まあ、なかなかいい演出が来ましたからね。いやいやいや、ちょっと、いやでも僕まだ今回のミリオンゴッドでゴッド引いてないですからね、はい、ゴッドを引きたいです。あ、ゴッドを引いてみたいという形ですね、はいはい、どこやったっけ、月曜日でしたっけ、ゴッドインゴッドしたの。あ、そうですね、ゴッドインゴッドは月曜日ですね、はい、ラブデラがやりましたからね、はい、ラブデラさんですね、はい、もう出だしからハードって言われてますけどもね、間違いないですね、それね。あ、終わっちゃった。2個ですね。あら、前のカメラも行ったっていうか、ちょっと待ってくださいよ。あ、当たりました。早っ、早っ、ちょっと待って、ちょっと待って、早くないか。めっちゃ早い。今日はエンデック軍を倒しにかかりますが、ちょっと待ってくださいね。了解です。もうのっけからいきなり
展開が良すぎましてですね、こっちもてんやわんやでございます。カメラ大丈夫？ちょっと待ってね、一つだけ来ない。 USB 変えますか？ HDMI 変えます？これは毎毎ピンチって言われてますね。カメラ不正は映ったんで間違いないですけどね。はい、カメラ一つ毎毎のやつは復活したね。あ、3つとも死んでたの？いや、2つ死んだ、さっき。あ、どう？どっちだ、どっちだ。これは音声の方だ。びっくりマークついてなかったら HDMI かもしれない。かもしれないね、はい、ちょっと待ってくださいね、皆さんごめんなさい、お待たせしております。あ、これあれですね、続いてますね、めちゃめちゃ。あ、ワンワンですね。え、続いてるんですか。あれ、これもしかして超ケロベロスですか。お、超ケロベロス、多分なんか、出たと思うんですよ。僕が作業してる時にバンバン見せ場作らせてくださいとか。え、あ、でも140でした。いや、ケロベロスで140十分ですね。ワンワン、ワン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 来た、うん、いいっすね、楽しいっすね。 JP さんの罰ゲーム上乗せでとか言われてますけどね。そうですね、はい、JP さん上乗せでも大丈夫。よいしょ、ちょっと USB 変えますね、ごめんなさい。よいしょ。あれですか、大根さんプライベートで外線打ったんですか。いや、外線まだ打ててないんで。あ、本当ですか。打ちたいですね。エンスが変わります、大丈夫ですか。はい、こっちやります、大丈夫です。あ、大丈夫です、大丈夫です。いや、その多分もうこれから外線打っていくやろうなと思って、ハーデス打ちたいなと思って。なるほど、ね、はい、自ら志願してましたんでマジですか。はい、僕どっちかというとハーデスで見せようと思ったんですけど。ああ、なるほど。あ、来た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 、来ましたか。来ました来ました、はい、3台来ました、すいません皆さん、お待たせしました。やっぱり USB っぽかったですね、ごめんなさい。よいしょ。まあ、でも一撃戦はやっぱりハーデスの方がありそうですけどね。そうですね、ありそうですけどね、はい、一発っていう意味ではね、非常に有利かもしれませんね。お、これはもう早速、お、ホッパーのエラーだかな。ホッパーのエラーホッパーのエラーですか。ホッパーのエラー来ましたか、はい、ちょっと展開だいぶ早いですね、今日はね、のっけから。いや、1000枚とか言わず2000枚ぐらいにしといたらよかったな。そうですね、先1000枚って言っちゃいましたからね、これね。いやー、でもね、1000枚もなかなか言うても出ないですから。そうですか、ねえ、はい、そう、時間が決められてるんで。そういうこと言いながら、またあれでしょう、はい、絶対罰ゲームさせてあるって思ってるでしょう。いやー、これね、バレましたか。間違いないですね、これね。はい、はい、というわけでカメラ復活でございます、ごめんなさいね。はい、あ、復活ってね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ね、予想したくなっちゃう TV のために今から2時間待ちますって方いらっしゃいますか。ありがとうございます。そっちがメインなわけですね。はい、いや、先週ね、やっぱ買っとけばよかった。おますね。ね、なんか散々なんか事務所で1ビってたらしいですけどね。1ヶ月遊んで暮らしたのに。そうですね、本当ですよ。実際買ってなかったらしいですからね、これね。はい、売られた喧嘩買ってやるって言ってね、言われてますね。ありがとうございます。はい。JP さん、マイマイ、ハード店長、大君さん、こんばんは、でありがとうございます。真ん中タモリって言われてますけど、これ先ほどのあれですね、一番最初に CM 映ってたあれだと思いますけどもね。あ、はい、そっちの方ですか。そっち、CM で映ってたウェスカーの、ウェスカーの方だと思いますけどね。はい、はい、エンデック君の皆様、ゲスパワー神戸中央総本部の皆様、こんばんは。総本部になりました。総本部やったんや、これ最近ね、ゲスパワー支部増えてるんでね。あ、増えてるんですね。はい、増えてますね。土曜やつにはウキウキぼっちんって言われてますけどね。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、カッターシャツをディスったうち入りとか言われてますけどね。ありがとうございます。はい、JP さん、髪切った。髪切りました。ありがとうございます。ました、はい、事務所にね、帰ってもね、誰一人髪の毛に触れてくれなかったっていうね。あ、そうなんすね。悲しい事実がございました。お前の髪型なんか知らんわっていう感じだったんだね。いや、もうみんなで女子かって言ってまいりました。そうそうそう、思わず、そうそうそう、誰も言うてくれへんかったってツイッターでつぶやいたら、その後周りから女子か女子かって言われましたけどね。はい、夜の神戸であったもん。こんばんは、スワンホから見てます、ありがとうございます。ありがとうございます。JP 先生、ハードちゃん、大君さん、こんばんは。でこんばんは、いらっしゃいませ。んん、神戸を遊ぶ移民シーンね、私服兼寝巻き兼普段着かってハード店長言われてますけども。僕ですか、はい、いや、さすがにこんなんで僕寝ないですよ。
さすがにこれ、はい、これだと暑苦しいですからね、今の自分やと ね僕も T シャツで出ますからね。 T シャツ派ですか？はい、僕も T シャツっすね。JP さんはパジャマ派じゃないんですか？パジャマ派、パジャマ僕絶対着ないです。あ、そうなんですか？はい、あ、ラ族ですか？夏場はラ族です、ね、いやー、JP さん確かに裸っていうイメージありますよね。ちょっと待って、イメージって何？バスローブじゃないですか？バスローブとかじゃないです。そんなあの高級なと、バスございません、お風呂はね。はい、ふぐたくんって言われますよね、夜の神戸で遊ぶ、神戸をもて遊ぶ、もて遊んじゃう TV、純空堂です、純空堂ですか、神まみだ、噛んでますけどね、はい、ハードをもて遊ぶ、かっこいいし、冷蔵庫、マイマイはってことね、本日マイマイもね、売っておりますけれども、マイマイだけ今のところちょっとお渡り来てないかなといった形でございますけどね、マイマイが男性陣を手のひらで転がす配信ですかって言われてますけど、転がしてください。じゃあ転がしていきます。おい、はい、マジか、うん、メダルでハードちゃんを買いますかって言われてますよ。お、交換メダルでですか？、はい、はい、まあ僕6枚ぐらいでいいですか？安っ、すぐやな。そうっすね。はい、いや、5円スロット6枚ですよ。あ、なるほど、5円スロットの方。あ、じゃあ結構大変ですね。くそ、肌間と一緒か、ほんま。肌間、肌間でも一番下の方の肌間や。間違いないですね、はい、早いもん勝ちですね。そうですね、景品で冷蔵庫が増えたのかと思ったら、そういうわけじゃないですね。あの、そうですね、ジュースの方が増えたということですね、はい、まさかのモンスターエンジンと神々の遊びと、まただらまされた、暇を持て余すなと言われてますね。神々の遊び、遊びですね、はい、神合ってないですか、ね、進行率悪いねと言われてますね。そうですね、はい、今日 20% ぐらいですね。あれじゃないですか、この間の特番でみんな疲れ切ったじゃないですか。そうですね、間違いないかと思いますけど、ね、そうですね、あの日なんか僕がどんだけいじめられたか皆さん見てくれましたか、本当に。そうですね、YouTube 上がってますよね、はい、そうです、あの動画が1万再生超えてるのに、すごいですね。あの桜井とハードの懐かしいトークは一体何件やと思ってるんですか、皆さん。そうですよね、もう比較されたら僕悲しくなっちゃいますね。いやでもね、あの動画本当好評で、はい、ね、1万回再生も、ね、していただいて本当にありがとうございます。ありがとうございました、見ていただいた方々、ね、ね、1万回行くってなかなか有名ライダーさんの、ね、動画とか で、ね、でもなかなか行かないと思います、ね、あれ違います、神戸中央今まで一番多かったのどれやろう。多分緑丼の最速でしたね。そうかそうかそうか、一番最初にやった時ですかね。はい、いや本当にね、またいつでも見れますんでね、はい、ぜひ YouTube の方でね、ハードちゃんとワクワク店長のね、ちょっと鼻の下のビップリを見てあげてください。見てください、よろしく、はい、あれ そんな言ったんかってね。そうですよ、はい、そうなんですよ、ありがとうございます、はい、本当にね、あと、はい、僕のレオのアイオリアっていうネタを、はい、ワクワク店長のネタにされてましたからね。はい、なんかどの子か忘れましたけど、はい、ブログで、はい、私の個人的に面白かったコメントは、はい、ワクワクさんのレオのアイオリアっていうコメント。あれ間違えてる。おいおいおいみたいな。もうチームで、あれだけチームで分かれたにもかかわらず、はいはい、もうちょ待てよって言いました。キムタク、キムタクになりました。ありがとうございます。はい、いや思わず間違えられちゃったということで、正しく覚えていただければと思いますのでね、はい、今画面左上に映っているのはハード店長でございますのでね、はい、JP さん、このアングルだと横顔痩せて見えるなって、ありがとうございますね、はい、素晴らしい事務員さんですね。お、大工さんもロッパエラー半端ないですね。そうですね、でもこれ入れやすいんですよね、ホッパーが見えてるんで。あ、なるほど、はい、そのままガシャッと入れやすい形、ね、ガシャッと入れるんで楽ですね。なるほど、JP さん、まいまいさん、ハード店長軍の皆さん、こんばんは。店長軍、店長軍なんや、はい、今仕事から帰宅しました、横浜から応援します。 ありがとうございます。ありがとうございます。これから動画で全部リプレイの姉ちゃん出せばええんちゃうかって言われてますけどね。いやー、ほんまっすね、機会があれば。そうですね、出ていただければと思いますけどね。これがね、これがね、まあまあまあ、いろいろとね、一応ね、非行ラグンと関係ないんで、これがね。そうですね、大人の事情大人の事情ということですね、はい。ハード店長、今日も可愛いぜって言われてますよ。ありがとう。みんなのハードです。ちょっとアイドルぶってますからね。完全にアイドルになってますからね、はいはい。店長は何座ですか？僕はレオのアイオリアです。あ、獅子座。僕獅子座ですよ。そっか、8月ですもんね、店長。それを言ったのにワクワクさんのネタにされた。あ、なるほど、パターンです。え、大君さんは 何座なんですか？僕、カニズ。カニズ。カニズ。あ、キャンさんのデスマスク言ってました。じゃあ私と一緒ですね、はい、私もデスマスク。前もそうなんね、確かね。そうそう、僕、大牛座なんでね、キャラクターにそっくり。アルデバラ。アルデバラ、似てます。あ、もう完全にあれですね、体型でそう言われるばっかりなんですよ、ね、そうですね、はい。あ、時間的に生で見れてない人がいたから視聴数伸びるんじゃないってことで、おっと、店長5連しましたよ。もう一回来い。すごい、来たー、来たー、
おい仕込みやぞ仕込み。はい、2つ目終わんない終わんない。2つ目あ無理でしたね。これ居残りですね今日ハードでしょ。これは居残りじゃないですか。マジですか。やりすぎちゃう。居残り勉強来ましたか。いやすごい、はい。ハード店長何気にリプレイのブログとかチェックしてるんやねって。いやもちろんね、やっぱりせっかく一緒にお仕事させてもらったんで ね、はい、いやね、というかあれなんですよ、神戸中央のホームページから、はい、ちゃんとリンクするようにしてますんで。さすがですねこの辺ね、はい、それで見れるんですよね。あの中の一人がハード店長の彼女なんですね。いやそれやったら嬉しいですね。かっこ遠い目かっこ白目です。白目だ。いや白目の方ですか、ね、あるかもしれないですよ。おマジっすか。ぶっこんじゃうぶっこんじゃう。大工さんぶっこんじゃうそこ。店長ちなみにあれでしたっけ、赤い子が良かったって言ってましたっけ。オレンジの子ですね。あオレンジか。オレンジの子ですね。気候なカラーですね。じゃがりこ落としてた子ですね。はい、いたいたいましたね。そうですね、あのお腹触ってくれた子ですね。あ、はい、あれでちょっとフォーリンラブですね。惚れてまうやろ。そこそうなったんですか。はい、ハード店長、最近キコちゃん他の曜日見てますかとコメント残したりしてますか。いやいや全然見てねえし。私どっかのコメントでね、なんかありましたよね。ハードちゃんやと思ったんすけど全然見てねえし。はい、どっかで皆さん探しましょうこれはね、はい、結構1週間で。あれどこやったっけ、はい、昨日もそうやったんや。昨日も、昨日なんですか。そんな僕ボンド店長がミヒロと一緒に写真撮ってるとか言ってないです。そうや、それやっぱそうや。そのコメントがやっぱりか。私はやっぱ当たった。はい、あのいや、ぶっちゃけ言っていいですか、はい、今週僕だいぶ出没確率が高くて、ね、やっぱりそうやな。でぶっ込み率が高、ぶっ込み結構ぶっ込みすぎて、はい、大体一発目で、はい、これは多分しげきちゃんやみたいな、なんかそう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 、あまりにもちょっと内部事情の詳しすぎる犯行やろっていう話 で、 これしげきじゃないかしげきじゃないかってみんなに言われましたから ね、はい、そうですね、もう見てるやん、みひろわらわあれかやっぱりハードちゃんやったかってね、昨日ですよねわらわらってね。俺はアルデバランが一番好きだよって方いらっしゃいますけどね。かっこいいですけどねアルデバランね、男気あってね、グレートホーン、グレートホーン。そうですね、まあ、セイントセイヤのゲームやったらアルデバランとばっかり戦いますからね。そうそうそう、勝てない勝てないんですよ、最初勝てないですよね、間違いなくね。そうですね、不正や仕込みと言われてますけどね。今来ましたマイマイさん、 JP さん、大君さん、こんばんはってありがとうございます。あのハード店長入ってないですよね中にね。はい、どういうことやねん。どういうことやねん。ハード店長、今アイオリアが主人公のアニメが今期やってるよっていうことですけど。そうなんですよ、ゴールドクロスバージョンがねやってるらしい。セイントセイヤのね、やってるみたいですけどもね、はい、なんかあれですか、ゴッドクロスのやつですか、じゃなくてですか。じゃなくて、まだ別にやってるんですか。別みたいですよ。あ、はい、そうなんですか。あ、セイントセイヤ詳しくないんですけど、獅子座って何ですかってことで、これアイオリアですよね。アイオリアです。ちょっと検索してみてくださいね、はい、アイオリア結構男前ですよ、はい。そうですね、でもね、アイオロスの方がかっこいいですね。あ、確かにね、お兄ちゃんが、お兄ちゃんの方がかっこいいね。イテザの方ですよ、ね、そうですね、はい、ライトニングボルトでしたっけ。そうですね、ライトニングボルトですね、はい、これですね。あ、そう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 、はい、右手ね、はい、ホームランのサイコガンみたいになってますけど今。あれ左手ですからね。あれ左手です、ね、はい、あ、そうですね、こうですね。そうですね、はい、今日ゴッド4回引いたぜって方いらっしゃいます。すごいですね、すごい、すごいですね。いや、助けに来て。あ、デスマスク、フル CG 版の映画でめちゃめちゃ気持ち悪かった、かっこ褒め言葉ってコメントきますけどね。あ、CG 版の映画ってありましたっけね。せいや、最近映画やってた。あ、去年見に行った。あ、見に行ったらしいですよ、前々はね。ちょっと 2時間では無理ですね、あれ。無理やり12時間やろうとする。そうそうそう、アフロディーティ一瞬で終わりましたからね。あ、そうなんや、もうまとめ切っちゃったわけやね。そうそうそう、なるほど。あ、ハードちゃんすごいな、かっこいいですねって言われてますんで。 あ、 ありがとうございます。このハード店長は最初に SGG 引いた分ですね。そうですね、この分はね、はい、あと上乗せが2つ乗っかってる状況ですね。ちなみにこの前の梅北での凱旋の配信、配信の四つ目は3万8500再生されてるみたいです。いや、あれね、もっと伸びてましたよ。あ、伸びてたんや、へえ、うん、すごいね。あれ最速でね、ゴッドインコーでしたから、やりましたからね。しかもまたラブテラさんの引きがすごかったですからね、あれはね。始まって10分ぐらいでしたっけ。そうです、ゴッド引いたのがね、はい。昨日ですよね、ハードを探せって言われて、やっぱりハードちゃんだったから、3月生まれだから俺アフロディ、アフロディティ一択って方もいらっしゃいますけどね。なるほど、ウオザですか。そうですね、ウオザのアフロディーテですね、ビスケスのアフロディーテ。ブラディーローズ強いですよ、懐かしいですね、はい、あれ、シュンがやられるんですよね。そう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 、最後、セイヤと2人やったんですけど、あそこでシュンがやられて、最後セイヤ1人って感じか、ね、パチンコのアフロディーテ強いですからね。めちゃくちゃ強いですよ、間違いないです。はい、はい、ミロとか髪が好きですって方いら、もうイケメン好きですね、これはね。イケメンっすね、これはイケメン好きの方でしょうね、はい。あ、ファミコン版むずいな、セイントセイヤでやった方いらっしゃったらね、あの難しさは分かるかと思いますけど、ね、いや、あれ1も2もどっちも越せないですからね。はい、めちゃくちゃ難しいですからね。
ハード店長、セイントセイヤのモノマネやって、セイントセイヤの方のセイヤです、セイントセイヤのモノマネ、ちょっと今悩みましたけど、はい、ペガサス流星拳あ、そっちか、うん、ペガフラのセイントセイヤーの、あ、そっちじゃなくて先生やーって、そうそう、あのね、ヤクモト完成する時のね、ですね、そうありましたね、ペガサス合体する時のバシャーンってやつですね、あれのモノマネする人いないでしょう、はい、でもあれ結構癖になりますよね、あのパチスロ版ではね、ヤクモト完成する時はあれなりましたけれどもね、そうですね、はい、あ、今来ました、皆さんこんばんはと、もう当たってるっていうね、コメントきますね、ありがとうございます、ハードちゃんとね、大工さんが引きが強いで、ハードちゃん、僕はもうすぐ終わりましたね、大工終わってる、終わっちゃいましたけどもね、今も終わってからは40ゲームぐらい経ってますんで、まあ、内部的にはちょっと連チャンというか、あれは情けな感じですかね、はい、刺激店長、来週誕生日の私に一言お願いします、え、何ですか、来週誕生日の私に一言お願いしますってコメント来てますよ、ハッピーバースデー来た、アイドル、アイドルだ、刺激しびれる、そうですね、はい、はい、ちょっと待ってください、30分トマト来ましたんで、あ、わかりました、聞こえますね、はい、はい、少々お待ちください、最近またあれですね、増えてきたね、ニコ生 TMD、 そうですね、30分になるパターン、この前1時間半で1ペンになりましたからね、なってた、一時はよく流行ってましたね、うちの店で、そうですね、止まるっていう、すごい、っていうか、みんなあのトマトの絵文字で書き込みすぎやろ、これ、そう最近トマトやねんな、最近トマトは書き込みあれやねんね、絵文字やねん、そうやね、 TMT じゃないんですか、そうなんですよ、はい、復帰します、ちょっと待ってください、はい、OK、 大丈夫ですか、皆さん、すいません、ニコ生来ました、復帰しましたか、大丈夫ですかね、 OK ということでありがとうございます、はい、動いた、戻った、 OK、 お帰り、ありがとうございます、すいません、お待たせしました、というわけでですね、左を押してください、真っ暗になった方はね、左を押してくださいになるかもしれませんけどもねマジですか、もっと引いたっけな、いや、引いてないよ、やっぱ3台打ってるんで1台は ね、 なんか引きたいですね、せめてね、見せたいですね、はい、あ、トマトか戻った、ありがとうございます、すいません、皆さん、あのトマトコメントでね、最近はあの絵文字の方のトマトが、そうなんですよ、ね、流れてくるということで、えらい可愛らしい、めちゃくちゃ可愛らしい絵が今右から左バンバン飛んでましたからね、これね、何ですか、はい、その最近その絵文字出たんですか、最近見た、え、最近前これは見てた、何回か前に一回そのニコ生 TMT 食らったんですよ、はい、その時になんかそっからトマトの絵文字になって、はい、あ、最近はこういう風になっちゃったんやと思ってなっちゃったって言うて、えらい可愛らしいなと思ってなるほど、いや、コメントビューアーで見るとですね、はい、なんかこう四角い箱しか流れてこないんですけど、画面の方を見るとちゃんとしたトマトがいっぱい流ってきてるんですよね、もう文字化けするんですね、はい、あ、そうそう、トマトこれですよね、そうです、そうです、あ、トマト、あ、実際止まってないですが、今トマトはやめてくださいね、あ、今トマトだ、ね、はい、ありがとうございます、はい、フリーザ様、トマトからの復活おめでとうございます、トマト殺しますよなんとなんと、何をあろうことかね、今日、そう、昨日ですね、日付変わりまして、はい、なんとなんと、アニメでね、放送やってましたけどもね、ドラゴンボール、神と神ですかね、そして今日、公開、そう、映画公開、劇場版、公開なんですか、しかも復活の F ですよ、そうですよ、フリーザが、はい、復活するらしいですよ、ちなみに私、トマトを自分の握力で潰せますよおーって言ったけど、リンゴじゃないやん普通やめちゃくちゃ乗ったけど、今、乗りツッコミになって、いやー、僕はできないですね大君さん、できないの、そうですね、はい、大君の戦闘能力は、ギニューと一緒ですからね、いやー15万ぐらいですからねはい、私の50万には勝てませんよさすが53万でしたっけ、53万ですよね、はい、どうやって出すのってね、色もつけれるよってトマトをわざわざ売ってはりますよ、ありがとうございます、何ですか、トマトトマトのね、色付きトマトも流れてきましたよ、色付きもあるんですか、はい、赤のトマト流れてきましたね、フリーザさんは劇場版色が変ですが、お体優れないんですか、そうですね、ちょっとね、最近胃の調子が本当に悪くて胃の調子悪かったら金色、はい、金色なるんやそうなんですよ、お、ステージ変わりましたね、ポセイ、変わりましたね、あ、ということは、トップはそんなんあるんですね、まあ、ストックは全然まだ、はい、あるという残ってるんで、途中でステージ変わったりするんですね、外線、あ、今これひょっとしてあれの途中でしたか、ゴッドゲームの、はい、そうです、そうです、あ、それはちょっと、珍しい、ストックないなと思ってても、いきなりサプライズで変わったりするするということでしょうね、なるほど、リンゴできるオイラーってね、このハード店長、トマトのモノマネやって、
一瞬止まりましたけどね。ありがとうございます。体重有志トマトマンっていうのがありました、ね、懐かしい昔ありましたよね。はい、ありました懐かしい、ね、そうですね。あとはやっぱりシャディのサラダ感を思い出しますけどね。懐かしいね、小さなお店ですね、はい、あれ最近ある？いや最近やってないでしょ。 CM ないか。 CM はないんですけど、はい、お店は時々見ますよね。お店は時折ね見かけますよね。はい、あ本当だ、トマトありがとうね、リンゴできるよ。スーパースターって何ですかね。ワコスゴッド、もう3日連続で引いてますって方いらっしゃいます。すごいですね。すごいね、いやみんなやっぱりね引き強い方多数おられますね。はい、マキシマムザホルモンの F を聞いた鳥山さんがフリーザをまた復活させたんだってねってねコメントしましたね。あなるほどですね。あースーパースターは雑誌のイベントです。内容は明日も絶対来てくださいとしか言えないはずです。スーパースター、はいはい、スーパースターって何でしょうね。はい、トマトの戦闘力は20万ぐらいかと言われてますけどね。先ほど大君さんが15万だったんで、トマトが20万ぐらいなんですか ね、 ね、僕は53万ですよ。はい、はい、さすがフリーザさんですね。そうです。はい、今僕15万もあるんですか。ギニューはね15万ぐらい、15万ぐらいでしたね。スカウターで見たんでしたっけあれね。そうですね、はい、はい、あ今来たけどどないでっかということでね、あのハード店長が開始10ゲームぐらいでいきなり赤7引きましたけれどもね、はい、いや来ないですわ本当まあゴッドさんもね私に気を使ってくれてるんですかね。来ましたよ、いつもの、はい、サバンナ高橋が来ましたね。そうですね、はい、あ前引けてないんか、まあ、今のところ引けてないですけどね。ハードちゃんネプチューンの板倉のモノマネやってください。え、ネプチューンの板倉ですか。なんか合体してますよね。なんか合体してますけど、これは、これは会社説明会見ていただけたら分かると思います。はい、はい、あれですね、マミーのあれですね、はい、おー、はい、おー、まあ、マミーの方ですか、はい、そうです、私の方じゃないんですね。ウエスカイター、ウエスカイター、茨城店のですね、はい、庭塩店長こと庭店長が、はい、インパルスのね、板倉に似てると、はい、もうかなり言われてるんですけど、まあ、本人は、ね、そうそう嫌がってるんですけどね、はい、ただそれを、板倉っていうのはどのグループやったっけって話題になった時に、はい、マミーこと矢吹さん、本社のね、はい、矢吹さんがドヤ顔で、はい、ネプチューンの板倉ですよって言ったら、みんなに責められる。間違えたわけですね。そう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 、思いっきり間違えたっていうネタがありました、ね、はい、まあまあどっちもちょっとオリエンタルな顔ですから、ね、オリエンタル、ちょっと違うような気がするけど、はい、マミーのネタがわらわらって言われてますけどね。そうですね、ポセイドの曲めっちゃ好きってね、マイマイさんガツンと弾いたってって言われてますね。お願いしますよ、まあね、最後にゴッド弾きますから、はい、お、ね、最後に尻上がりを今度はあれですか、マイマイが受け継いでいくんですか。そうですね、この辺は、はい、マイマイは100万いってるよね。昨日ハーデスで万枚出したぜって方いらっしゃいますね。すごいですね、すごい出たね、プチューンの板倉わらわら、はい、今から見ます。あれもう当たってる人おるってことでね、ハーデスは赤の前引いてます、はい、大工も当たりましたよ。あ大工さんも当たってね、そうですね、当たりましたね、ましたけどもね、はい、はい、マイマイさん見たらスカウターぶっ壊れましたって方いらっしゃいますけどもね、あすごい戦闘能力ですねこれね。いや今日三宮の駅前にスカウターつけてる人いましたけど、はい、あ映画公開やったからかな。あなるほどね、そうですね。あとドラえもんの格好してる人に、はい、出来すぎくん一杯飲んでいきませんかって言われましたけどねそれ普通の飲み屋の客引きじゃないですか、はい、まあ、スカウターしてる人もキャッチですね、はい、あそうだったんですか。そうですね、いろいろそれは見たかったわらわらってことで、ね、そうですね、はい、僕はメガネかけてるからのび太ですって言って帰っていきましたねちゃんと乗っていくちゃんと乗って切り抜けていくパターンですね。そうですね、はい、マイマイ第一停止部長よろしくって言われてます。頑張ってください。マイマイのタイキックは戦闘力53万の店長にも効くからなという、ね、コメント来ますけど間違いないですね。フリーザちゃんロボピッチャーの戦闘力はどのくらいですか。グルドと一緒で4万ぐらいですねトマトも潰せやしないそうですね、トマトの5分の1ぐらいなんですね、はい、ロボピッチャー、まあ、そんなり時間止めてね、はい、やらしいことできますんで。そうですね、はい、グルドいましたね、そういう話に、はい、でも確かにグルド好きっていう人昨日いましたよね。いるんですか、グルド好きなやつ。昨日ちょうどその話題になって、はい、俺はグルド好きやって方いらっしゃいましたけどね、はい、いやー、はい、あー店長1000枚いってるじゃないですか。すごい、いっちゃいましたね、もう。うわあっさりやなこれ。早いですね。さあ頑張ってくださいよ、頑張ってくださいよ。はい、うん、サバダ高橋っていうか今の 8.6 秒バズーカみたいって言われてますけどね。マミーが自信満々でネプチューンの板倉ですよでドヤ顔してたからの間違いないですね。いやー山内さんもダメですね、はい、だいぶ天然ですからねマミーはね、はい、あー殺しますよ言ってよっていうコメントきますよ。殺しますよ。あ出たもうパッチリやってくれますからねこの辺はね、はい、エラが張ったってことなのかな。今会社の、花見会の3次会が終わって帰宅しましたと。ハードちゃんです、ね、お疲れ様です。お疲れ様です。ハードちゃん当たりましたかと。当たってますよハードちゃんね。めっちゃ当たってますよ。はい、
それは見たかったわらわらで、まいまいさんね、出目の07に早うと言われてますんで、ね、あなんか、確定出目かなんかあるんでしたっけ、シサーらしいですけど ね、はい、なんかね07に確定なんですか、いやわかんないですよ、なんか流れてるんですよ、なんかあのよくツイッターとかでね、なんかよく流れてるんですよ、よくわかんないんですよね、それ単にいや多分その出目が見たいだけちゃうんですか、ないと思うんですけどね、ネタですかこれ、はい、いやわかんない、でもツイッターでもそれ聞いたよ、あそうなんですか、その数字、ある意味確定わらわらって ね、315とかそうなんですけどね、うん、あ315は最高でしたっけ、最高ですよね、はい、あといろいろ結構あのいろいろありますけど、ね、強引とも思えるあの語呂合わせはあったりしますけどもね、そうですね、あの510ゴッドとかですよね、あゴッドですね、そうですね、 あと何でしたっけ、なんかいろいろありましたね、いろいろあるんですけどね、はい、07にはちょっと近未来ポリスしか思い浮かばないですけど、なるほど、はい、はい、あの大阪の一部の市街局番でもありますよね、ゼロナインはね、あそういえば前々ってキックボクシング習い始めたんでね、ハードちゃん蹴ってもらうといいよって言われて、まだまだまだ習ってないよ、まだ行ってないんですね、なんで習おうと思ったんですか、いやちょっと体を動かしたくて、はい、いや罰ゲームのためにじゃないですか、はい、いやまあそれもありますけど、まあちょっとね精度を上げたいなと思って、あ、まあ、ボクサーサイズじゃないわけですね、そうですね、 あくまで人を蹴る目的ですよね、はい、この場合 ね、ちょっとキックボクシングしたいなと思って、事務所会のコアなるわこれ、わーいってね、ハードちゃん、翔之介と監督の戦闘力はどのくらいですか、いやー、翔之介はね、正直ヤジロベイと一緒くらいですね、戦闘力100なんぼぐらいですね、ヤジロベイ来ましたか、そうですね、まあ、でもね、尻尾切ってくれたり、結構重要なところで ね、序盤戦での重要キャラですからね、ヤジロベイ、そうですね、結構重要キャラですね、いやー、村井店長はなかなか高いですからね、あ高いですか、戦闘力、あの人高いですね、あの人多分53万超えてるんじゃないですか、超えてるじゃん、フリーさん超えましたか、はい、そうですね、あの人は多分なんぼでしょう、ピッコロがね、はいはい、あのネイルと融合した時ぐらいの戦闘能力ですね、強、はい、なるほど、だいぶ強いになってますけどね、はい、そうですね、あの時100何万ぐらいあったんちゃいます確か、そうですね、はい、一応フリーザの第3形態ぐらいとまでは戦えてましたから、ね、めっちゃ強いあれスカウターぶっ壊れたのは悟空の時でしたっけ、測ってパリンって割れた時スーパーサイヤ人になった時でしたっけね、そうですね、でもあんまりあのスカウター言うてもあれちゃうんですか、もう20万ぐらいでパリンっていくんちゃうんですか、全部あでしたっけ、はい、あそれ以上なると割れるのか、あ夜は強そうだもんね監督って言われてますよね、331サミー、あサミー、それは違いますよね、別の台のあれですよこれはね、賢者名は0と7が入ってるから G ストップのチャンス目じゃなかったかなと言われてますね、あそうなんや、大君今日の小林楽しみにしてますねって言われてます、ありがとうございます、来ましたね、最後ね、あ来ましたね、用意してるんですかまず小話を僕はジージ店長と初めて会った時の話ってしましたっけ、多分してないんじゃない、まだしてないです、あじゃあそれちょっと後で、あ後でちょっとよろしくお願いします、はいはいはい、よく考えたらそれしてないなと思って、そうですね、初対面の話、なるほど、そうなんですよ、ちょっとこれは楽しみですね、ジージ店長も人気ありますからね、これはね、凱旋で勝てるイメージがないんですがって言われてますよね、まあでもハード店長ね、いい感じで、ね、見事に引いてますからね、これね、いやもう10回転以内で引いてますからね、おスイッチですね、はい、すごいな、本当こんな展開してみたいですけどもね、そうですね、一度でいいから、072、801でハワイっていうのもあるみたいですけどね、あそれありましたね、ダディさん蹴られるのか間違いないですね、事務所帰ったらよく蹴られてますからね、第5回生主ミラクルマージャン王決定戦っていうね、コメントきますけどね、一応ねうちマージャンのね配信と配信をしながら機材テストをするっていうのやってますから、ね、まあテスト配信でね夜中やってますけどね、はい、何でしたっけ梅ちゃんが勝ったんでしたっけ、そうです、あそうですそうです、6万点やったっけ、6万8千点ですねあの時ね、はい、ゴーンでネギタマ君がボロ負けしたっていう、そうですね一度も上がれずに終了したっていう、ちなみにお二人は麻雀されますか、いや僕はもうジャンキーと呼ばれてますから、おジャンキーはい、大君さんは、僕はジャンセーと呼ばれてますどっちもかいあ片谷浅田哲也、片谷桜井翔一ですね、これは ね背中すすけてないですか、はい、大丈夫ですかね、それは泣きの流や、それ泣きの流、はい、泣きの流ですね、うん、なんかね、麻雀配信できたら面白いですけどね、ですね、そうですね、でもなんかワクワク店長が一回 NG いただいてるって聞いて、あ、そうなんですか、あ、そうなんですか、はい、メキさんの時にやろうとしたらちょっと NG をいただいたみたいなんでできないですね、なるほど、でも完全な個人配信でやりますか、じゃあ、ね、そうですね、全くあの菊川さんとは関係ないというところでね、やれたらと思いますんでね、はい、うん、でも餃子より役、あチャウズより役に立ってるって言ってますね、ババンダディ大キックってね言われてますよね、サケパーの圧力です、嵐に来ましたって、嵐はしないと思いますけどね、あ、 ね、ありがとうございます、スカウター壊れそうな店長いますか、
スカウンター壊れそうな、いわゆる戦闘能力高そうな方々。そうですよね、基本まああれちゃいます、東店長以外全員壊れるんちゃいます。東店長はダメなんですよ、それは。そうですね、東店長と、まあ、後藤店長ぐらいですかね、壊れない。あ、なるほど。後藤店長も優しそうな顔してありますからね。そうですね、うん、監督は19号ぐらいじゃないかと思うね。あ、確かマージャン似てますけどね、19号に村井店長。はい、似てますけど確かに。うん、あ、じゃあ19号ぐらいじゃないと、そういうことか、はい、なるほどね。あ、確かマージャン配信できるようになったんだね。ハードちゃんしようぜって言われてますけどね。まあちょっとこれやるときはちょっと個人配信ということですね。キコーラチャンネルではやめときます。ちょっとできないということですよね。はい、バーサーカーいいですし、 V10 って何かあったっけっていうコメント来てますけど、なんかありましたっけね。ありましたっけね、この辺は。どうだろう、夜は強そうだもんね、監督。あっちゃんこんばんは、伊勢崎の放送見てますよ、ありがとうございますね、わざわざ来ていただいてですね。フリーザのスカウターはベジータとの競り合いで壊れたよ。あ、そこで壊れたんでしたっけね、一番最初。ベジータもなかなかの戦闘能力でしたからね。なるほど。あ、ジージとの開口かワクテかって言われてますんでね。あの大君さん、ぜひその辺をまた明らかにしていただければと思いますね。そうですね、ただそれ、怒るんでね。あれ、そんなネタなんですか。怒られるんですか。いや、その話を、いや実際ジージ店長と一緒に仕事してるときに、こんなんありましたよねって話したときに、うん、まあお前はみたいな感じだったんで。それはあんまり明かしちゃいけないことですよ。大丈夫ですよ、その辺は。いや、なんか、はい、いや、明かして全然大丈夫。あ、大丈夫、わかりました、はい、ちょっと楽しみにお待ちいただければと思います。いや、僕、ジージ店長と初めて会った時のエピソードはあんまり面白くないんでやめときます。はい、あまりにも普通すぎて。写真ネタは大丈夫ですか。ないんですかね。写真ネタ、そうですね、サングラス以来ないですね。あ、ないですか、はい、残念。でも一緒に車乗った時に、はい、こうお昼とか結構日差しが強い時は、はいはいはい、まあ日差し強くなくても、はい、サングラスかけるんですけど、はいはい、その時に絶対に、はい、多分トップガンのテーマソング自分の中で流れてると思うんですよ。なるほどね、はい、いいっすね。トム・クルーズ意識してるんですね。そうです、そうです。実際には流さないんですか。実際には流さないんですけど、はい、よくそういう話とかするんで、あ、自分の中で流れてるんかなっていう。あ、もうそれはそういう話は自らされてらっしゃるということなんですね。そうですね、はい、トップガンが好きっていうのはすごい話すんで、はい、なるほど、まあ、意識はしてらっしゃるかもしれません、ね。まあ、でもあれですかね、洋画系のパチンコの導入率は半端なかったですね。その辺趣味出てたかもしれませんね。富士商事のゴーストからね、やっぱ一番ひどかったのは24がもう個人的に好きやからって言って。ダイトのやつでしたっけ、あれ。そうだ、ダイト技研さんのやつですね。あれ懐かしい。ああ、そうですか。いや、今吹くにずっとミッションインポッシブルありましたよ。ああ、ミッションインポッシブル好きですからね。ああ、あれでも結構、ね、打ちましたけどね、私、うん、面白かったけどな。いやー、そういう洋画好きの部分からもその傾向が出てるんですね、投入機種にはね。なるほど。今日の前々期待できない、昨日エンデックの誰かさんの流れから割れて、ありがとうございます。ありがとうございます。昨日ね、ST ロシアンルーレットやったんですよね。そうなんですよ、はい、パチンコのゼロでですね、 ST 最初に誰が抜けるかなって1回当たることにみんなで回していったんですけど、はい、見事に私でバッサリ切りましたからね。あ、はい、切っちゃった、素晴らしい、はい、千葉智則です、お前らたどり着いたらしっかりせよ、うちの社長みたいな焼き鳥さんじゃないですか。いや、間違いなく18をつけないんで、あの人ね、はい、はい、まあ、社長いつも私の焼き鳥ですから。そうですね、ちゃんとバーンって出てますからね、名前がね。ありがとうございます、はい、なるほどですね。ハードちゃん、桜井さんとムッシュ監督とハードちゃんの3兄弟の中で、はい、誰が一番戦闘能力が高いんですか。そうですね、まあやっぱ JP さんですかね。俺ですか。僕 JP さんあれですかね、コルドですからね。はい、僕はフリーザで、まあ村井店長がクーラーですから。クーラそういう流れがあったんですね、はい、なるほど、まあ、村井店長メタルクーラーぐらいですかね。なるほど。バリ強じゃないですか、それ、ハードちゃんも大君もナンバーに通合すればいいんじゃないですか。まあそうなったらね、ただお仕事ございますんでね、なかなかこう、まあ、私たちもずっとナンバーいるわけじゃないんで、いるわけじゃないですからね。なんかあんまナンバーいるってイメージないですもんね。そうですね、まあ仕事の前はね行ったりはしますけどね、後とね、ハード店長が休みの時にエンディック本社に来ればええんやでとかですね、圧力本物かって言われたらどうでしょうね、はい、ゲーセンで時間過ぎてマージャンゲームやろうと思って100円入れたら天宝で終わったって方いらっしゃいますけどね。早いっすね。昔のね、マージャンゲームはありましたけどね、100円入れてスタートボタン押したら天宝さんで終わったって、ね。まあ、ありえますからね、はい、昔のスーパーリアルマージャン3ではよくあったんですけどね。
バロン木村は今日はね水曜日じゃないんでいませんけどね、サンテレビ放送中のパチファン放送実況放送に切り替えてくれて懐かしいねパチファン見てたわあったんやこれ今もやってますパチファン今もやってますけどね今やってるんや、うんはい、見てた見てたハード店長ジャンキーの間違いじゃん今すぐナンパする外配信に切り替えてくれてね、エンデックで個人配信するときにハードちゃん出てくれるんですかって言われてますけどいやでもやるとしたら夜中ですから ね, ねあそうなんですかです、ね、朝4時頃からやってますからねなるほど、まあ、いつか何かの展示会とかでこちら来られる機会があればまたお声かけいただければと思いますけどねそうですね、はい、夜中やと僕も電車あるうちにナンバーで待機してもらうね間違いないですからねエピさん迎えに行ったらいいんじゃない工具までオリックス連勝について一言ください。お、来ましたね、JP さん。はい、来ました。よかったです。今日はね、ディクソンが非常にいいピッチングしたんで、はい、あれが全てです。明日見に行くんですよね。明日見に行きます、僕。はい。顔が2番目に大きい人は大阪で店長してらっしゃいますのでね、いらっしゃいますけど、トップガンわらわら。中島選手はどうなんですか中島選手、個人的にはもうちょっと頑張ってほしいですね。そうそう、僕めっちゃ好きだったんですよね、西武時代。はい。まあ言うて伊丹のね、人間ですからね。はい、まあ地元もそうなんで。さあ、ハード選手ありそうですか、まだ。もう1回ぐらいあるんちゃいますかね。先ほど高生堂言ってましたっけね。あるかな、まあ、子役5連でも2回乗せますから。2回乗せてますからね、まだまだありそうかな。うん、木村君だけでなんだその放送はって言われてますけどね、前まだ当たらないのって言われてますけど当たらないあれは予定調和ですね あの買ったら、ま、服脱ぐやつでしょそうですねあの昔あれでありましたけどもねあのゲームでホームラン並地可愛いって言われてますよねあ坂口のホームランが大きかったような追加点入りましたからね坂口はね、中島は阪神に来ると思ってたけど鳥谷残留したからいらんかったわっていうねコメントがいや僕個人的には阪神来てほしかったですけどねいや来る流れかなと思ったんですけどもねいやまあ結局はね、オリックスが持っていったというところで、まあ、大補強で今のところだいぶ苦しいですけどねオリックスもあちなみにあの前々の大好きな田口壮はあの今日来てたみたいですああ今日やったんか今日来てたみたいですそうでしたか明日おらへんのかいやわかんないけどトークショーであだからあの田口背番号6のブルーウェーブのユニフォーム着てマジかメモリアルピッチやってはったみたいですよ行きたい今日は行きたかった、はいうん、カラバイオおらんかったらもう終わってたなんて間違いないですねもうあのねあの保険みたいな形で取ったカラバイオが意外な活躍してますからね今ねさあちょっと大根さんも終わってからもう300ゲームぐらい経ってますかねいやもう僕はヘルゾーン狙ってるだけなんで、ね、400ゲームでしたっけ400人ですね、はい、1回目がその辺がチャンスといった形もありますからね、はい、さあどうかなさあ店長の方が相変わらず続いて今、何セット目で入りましたかね5ですね5セット目で枚数の方が枚数が1404枚ですおさすがもりもり増えますね来ましたねはい、うん、あここに4人目のオリファン終わったかって、ね、オリックスファンの方いらっしゃいますけどね、はい、来ましたかあ西武ファンです明日は負けんぞって方いらっしゃいますんでねぜひあのよろしくお手柔らかによろしくお願いします、ね、そうですね僕も工藤渡辺久信世代ですから、ね、あ出たはい、もうトレンディエースじゃないですかそうですね、はい、西崎渡辺久信あの辺ですね、はい、森監督世代ですからそうですねあの前超全盛期ですねそうですね、はい、西武黄金期でございますよあれですね以前大君さん言われてましたけど川崎宗則も好きやったって言ってはりましたねそうですね川崎選手海外ですごい人気じゃないですかあのキャラがそうですねキャラクターの偉く受け入れられましてあのブルージェイズのファンから非常に愛されてるという話みたいですけどもねああいう選手を目指してたんですけどねあちょっとあのそのプレーで周りを盛り上げれる選手をとか、あのプレースタイルですねやっぱ俊足高打的な、うん、なるほどなるほど、はい、ちょっと相手にとってはいやらしい攻撃をできる選手といったことですね、まあ、ポジションが一緒やったんでショートで、うんやっぱ目指す選手は西岡選手やったりとか あの辺ですねショートで全盛期やった頃のね、はい、縛ろうっての頃ですけどもねあちなみに私はスロット好きな織姫ですって方いらっしゃいますねあオリックスの応援の方ですねこれねなんかね、はい、オリックスあの女性ファンのこと織姫って呼ぶんですよね今らしいですよはい、はい、なんか織姫獲得作戦予定女性向けのサービス今結構やってますけどもねあそうなんですかもうなんかカープ女子といい流行ってますね流行ってますね今ね女の子が昔はね阪神タイガースはよくおばちゃんの方々よくおったんですけどもね阪神によく応援してはる人いました今なんかプロ野球観戦婚活とかありますもんねみたいですね、広島カープではなんかレフトスタンドで
なんかそういうのをやってるっていう話をお聞きしましたけれどもね、一緒に見に行ってみたいな。そうそうそう、あとはね、名選手前田智則選手と一緒に観戦できるみたいな、あ、それめっちゃいいじゃないですか。ツアーもやってらっしゃるみたいですけれどもね、はい、バークレオですね、わかります、懐かしいですね、バークレオ、はい、ブーマ頑張れって言われてますよね、阪急、はい、ですね、これはね、阪急ですね、僕はカドタ派ですね、あ、カドタ派ですか、カドタ派ですね、あのブルーサンダー打線ですね、そうですね、はい、松永、カドタ、ブーマ、あとは石峰とかあの辺ですか、石峰いましたね、いましたね、はい、あ、デストラーで俺もいるぞってことね、伊藤がキャッチャーとしては優秀でしたね、あー、セーブトークで盛り上がってますね、はい、そうですね、まあ、じゃあ、あの織姫さん、友達になるんで、ブラウン、オーティズを出せって言われてますけどね、オーティズ懐かしいですよね、大君はキャッチャーだと全員が思っていたのは内緒って言われて、キャッチャーじゃなくてショートですよね、僕ショートですね、はい、いやでも確かにマスクかぶってそうですね、結構ガッチリしてるからね、はい、いやいや、もう一番もうキャシャイぐらいちゃうかっていう感じでしたね、高校の時は。あ、もっとなんかこうだいぶ細かったんですか、その線としては。そうですね、だいぶ細かったんで。あ、なるほどね。いや、 JP さんはキャッチャーやってて、あのマスクをあえてあのライン上に置いてスライディングさせへんっていうちょっと細いあ細いイメージがあります、ね、細い感じですかね、はい、まあ、僕もキャッチャーはやってましたけどね、盗塁とかも座って投げぐらいの強肩って聞きましたけど僕あのそれはめっちゃ練習しました、あのネットに向かってあの片膝ついての送球をめっちゃ練習しましたね。あ、ホームラン並地店舗に呼んでるとか言ってますけどね。いやー、ホームラン並地ね、なんか忙しいらしいですよ。あ、そうなんですか、はい、店舗さんの方いろいろ飛び回ってはるんですかね。そうですね、ハードちゃん、スーパーマリオについて一言どうぞ。タラッタラララララン。あ、死んだ。いや、そこをダッシュしてきましたね。死んだ死んだ、はいはいはい、クリボーに当たりましたあっという間ですね、一の石ですぐ死ぬパターンですね、はい、私はカープの女子会入ってますって方いらっしゃいます。すごいな、すごいね、それ僕も入りますか、それなんで女子会に入ろうとするんですか、そこで。いや、僕ね、今日もパンケーキ食べてきたぐらいの男ですからね。あの女子力は高いという、おしゃれ、まあ、はい、あの焦がしバターかけて食べるパンケーキ食べてきましたからオシャンティ、はい、超オシャンティじゃないですか。そうですね、はい、あ、ライオンズは中島いた時はピンクのシャツした中島ファンが大量におった。女子ファン多かったもんね。あ、そう、前々は元々西武好きやったもんね。私、小学校時代結構野球見てたんで、はいはい、オリックスと西武好きでしたけどね。あ、そうなんね。あえてパリーグの方ばっかりなんですね。なんかね、パリーグ、まあ、うち父親が巨人ファンやったんですけど、はい、なんかパリーグの方が好きで結構パリーグ見てましたけどね。中学校の卒業式の後とか、あの普通に制服のままあの大阪ドーム行って西武戦見に行ってましたけど、ね、もう完全に野球観戦少女じゃないですか。そうなんですよ、西口が大好きで、もう西口見に行ってました、ね、まだ現役でやってます。そうなんですよ、ね、夏のはここって野球放送って言われて、野球放送ではないですけどね、はい、アニマルレッスルについて一言どうぞ。懐かしいですね、阪急の抑えですけどね、星野阪神の時ミーハーな、にわか阪神女子ファンいっぱいいたねっていうことでね、あの陽気、私阪神ファンでっていう人増えましたからね。まあでもそれでもね、ご興味持ってもらえたら。そうですね、だからあれからもうガツンと甲子園の人数増えましたからね。おー、増えた増えた。お、チャンス来ましたね。チャンスどうかな、チャンス。さあ大君さん、ぼちぼちかな。あ、今ペナりましたね。大君のせいでペナっちゃった、すいませんあ、人のせいにしましたからね。あ、ダディはカドタだよね。僕の、 あの左打ちの師匠はカドタと、あの元ヤクルトの真中ですから、ね、真中、はい、あれ、江夏じゃなかったんですか。江夏は腹の出方は似てます。はい、はい、あ、じゃあ武藤がチェルシーに行った方がいい話、いいかどうか話しましょうかってね。これサッカーですね、これね、はい、ムネリはホークス時代から大人気でしたから ね、 私は、ちなみに私は高川です方いらっしゃいますよ、これ、高川ですか。タカガールって言うんですね、ホークスね。ホークス女子はね、私の後輩も、もうムネリンの大ファンで、なんかもう半分追っかけしますけどね。もう今そしたら海外の MLB とかその辺の情報は、あ、多分朝見てるんじゃないかな。見てるんじゃないですかね、はい、スロットの話ないやないか、いいぞもっとやれって言われてますね。いやー、マスター、なんでうちの放送懐かしいぞ、多いですね今でいうホスバビーが聞きました、ね、あ、でも僕もホークスの歌歌えますからね。あ、どっちの方ですか、はい、南海ホークスですか。あれです、あの大英ホークス。あ、懐かしい、あれスーパーでよく流れてましたね、はい、ソフトバンクじゃなくて大英の方ですね。そうですね、はい、イコール僕が大英で働いてたっていうことが。あ、そうだよ、あれよう本当に売り場で流れてましたからね。そうです、あの優勝セールの準備するのがめっちゃめんどくさいんですよ結果待って準備するみたいな。限界なだもですね、懐かしいですね。
うん、俺も入れていただけると嬉しく思うんだなって、ぜひどうぞ、はい、どうも暗黒放送の横浜みどし、いろんな方が、金子千尋いつ復帰するんでわからないです、あの本人に聞いてください、阪神ファンが少ない、珍しい関西の放送はここです、僕は阪神ファンでもありますけどね、まあまあ、別に阪神ね、あの見ますけどね、私、鳥谷大好きなんで、あの子供のファンです、子供の頃は南海ファンでした。あはい、あの南海沿線でしたんで、はい、コアな感じですもん ね、 そうですね、大阪球場でヤジを聞いて育ちましたからね、まあ、広沢克実店舗に呼んでとか言われてますね、ほんまですか、池山じゃないんですね、池山じゃないんですね、はい、池山さん今コーチされてますからね、ブンブン丸ね、はい、ブンブン丸、僕はあの池山選手の母校なんで、はい、あ、そうなんですか、はい、池山そうですそうです、あーそうなんですね、はい、へー、いや待って YouTube 言うて思った、うん、いや思わずすぐそんなバレるじゃないですかそれはね、小学校の時にドラゴンボールがナイターで、中止になるからプロ野球嫌いやった方がいらっしゃいますからね、あーまあね確かに、ね、番組は潰れるよね、まあねそれよく流されて怒る人いましたけどもね、みんな最初はにやかファンさ、さ、まあ、確かにそうなんですけどね、うんうん、観戦って好きになる方もいらっしゃいますからね、俺は新井さんの大ファンです、ゲッツーの仕方がかっこいい男やねってね、ゲッツーがかっこいいのはどうなんかなと思いますけどね、空白の11事件について語って映画は事件ですね、それ分かるわ、時間映画が延長されて悲しかったですね、関西機構の店長でポジション考えようって方いらっしゃいますけどね、なるほど、ファンの店長を守るとしたらどこですか、野球やったら僕ですか、じゃあライパチでも願いできますか、ライパチなぜ昔のライトのイメージなんですよそれはいや今のライトのイメージは全然違いますよね、全然違いますよね、あれやっぱり あんまり勝たないんで、イチローとかあの辺がやっぱり意識を変えましたよね、やっぱ糸井選手とか、そう糸井もそうですしね、ライトはやっぱりね三塁送球ワンヒットで一塁から三塁まで行かれるというのがありますんで、もうどちらかといってもそのポジションレフトになりましたよね、レフトがなんか強いのは打てるけどちょっと守備力的には難がある方が、それはあれですか、まあまあマートン選手とか、まあ、マートンもそうですし、あとは、まあ、T 岡田とかあの辺もそうですよね、レフト守ったりしてますけれども、あとはラミレスですよね、もう群馬ダイヤモンドペガサスで引退しましたけれども、はいはい、アレックス・ラミレスあたりがそうかなという気がしますけどね、ハードちゃんは黄門ちゃまの家康のモノマネできるって本当ですか、もしもし、水戸です、もしもし、ちゃま、ちゃまたた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 たこんな静かでしたっけちょっと上乗せする時の音楽のゲージが分からなかったけどこんな静かになったことないですよねでも今これ何か失笑ですか、これ誰ですか、誰が このコメント誰ですか、身内コメントですかこれどうですかねこれね、ゴッドを BGM に野球談義放送映像持ってやれ、鍋継ぎが大好きやとか言われますね、阪神今成り出せって言われますよね、伊沢家無敵の若隆軍団で ね、 そうですね、あ我らの大英デホークスですね、俺も高校時代大英でバイトしてたよって方がいますね、はい、ABC はトロバン主義ね、阪神はキャッチャー多すぎんだよと間違いないですね、中丸のりが暇そうとかイベントに呼ぼうって言われますよね、はい、あ昔巨人の50番トリオ好きだったなってね、駒田、牧原、吉村、そうですね、50番トリオ懐かしいですね、店長はクセモノだからセカンドかなって言われてますけど、いやでも僕ね多分セカンドがいいですね、あセカンドいいですか、はい、意外なこう動きを発揮しそうなセカンドですかそれは肩がないんであ投げる方に自信がないってそうですね、セカンド意外といるんですよね、そうなんですよ、ゲッツーの時はすごい重要なポジションですからね、逆の動きなんで、そうなんですよ、意外と踏ん張る力必要ですよね、そうなんですよね、セカンドキャンバスでね、なるほど、僕ソフトボールはやってたんですけどね、あソフトね、やってなかったんで、うん、あ鶴岡引き取るようでね、梅野、藤井、清水、鶴岡、小宮山、岡崎、東畑ってね、この辺非常に阪神はキャッチャーばっかり取ってるってよく言われますけどね、そうですね、はいはい、阪神は星だけでスタメンが組まれて、コメントも静かになったって言われてね、うんうんまあ、ジョグを回すのじゃってねコメント来てますけど、先ほどなんですよ、どうすんだよこの空気と言われてますよこれね、おー誰だよ振ったの振ったの誰だよ、あ今のは100ゲーム乗せの最低保証レベルですねって言われてますけどね、そうですね、沈黙がそのぐらいでしたからね、沈黙、はい、そうちょっと短かったですかねなるほど、いやー、なんやかんや言ってたらもう400ゲーム抜けて400超えて今500に突入しましたからね、はい、あれいつかなと思ったらもう500回ってました、そうですね、あっという間にあの過ぎさせていきましたからね、いやもうさっきのコメントにサイレスかけられて沈黙状態ですわ、まさかの FA を来たファイナルファンタジーネタ来ましたねこれね、はい、そうですね、はい、どうすんだよこのおっさんだらけなら歓喜ってね、中村のりのフルスイングをマイマイのシリで受けてほしいって言われてますけど、どういうことかな、はい、
阪神の捕手はどこも欲しがらないのでゴミゴミ緑とか言われてますけどね、マイマイはキャッチャーだからキャッチャーだな受け身だからね、コロコロで松井君呼んで出せたいですって方いらっしゃいますけどね。いや僕は清原君世代です。そうですね、カットバス清原君世代ですね、はい、私佐々木様に願いをです。あ、それは全然雑誌も違うし違いますからね、雑誌も全然違うから、いやあれはみんなに見てほしいな、4コマ漫画ですからね。そうですね、めっちゃ面白かったですね、水島孝之さんの出世作でもありますね。そうですね、はい、よく呼んでらっしゃいました。僕ですか。いや、はい、僕はですね、漫画ライフとか4コマ雑誌が好きなんで、ね、言うてはりましたよね、朝日新聞あの辺も好きやって、ね、はい、店長この前言うてはりましたけど。そうですね、水島先生その頃何でしたっけね、今漫画今何でしたっけね、愛しのムーコっていう漫画書いてるんですけどね。あれスピーツがなんか、はい、アクションでしたっけ。イブニングですかね。イブニングか、はい、イブニングですね、はい、城島健二が鶴人になってしまったって方いらっしゃいますけどね、今佐世保市の城島さんになってますからね、本当にね、はい、おっとおっと、ガス当たり、ハードちゃん強い、引き戻しました、78ゲームおめでとうございます。引きましたね。いや強い店長、素晴らしいですね。やったね、すごいな、激アツやで、今日は出た、まあ、激アツやで、やりましたよ天神林さん、はい、激アツですか。そうですね、激アツやでなんか久しぶりに聞いたような気がする。久々ですね、これ来たのね。久々ですね。いや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 、素晴らしいですね。あ、まさかのヤクルト首位ってね、方いらっしゃいますけど、カットバス清原くんはコロコロ兄貴で復活連載してるよって方いらっしゃいますね。あ、コロコロ兄貴、僕売ってるの見たことないんですよ。僕も見たことないんです、あれ売ってるんですか、ね、本当に。そうですよね、うん、出る出る言うてちょっとね、気にはなってたんですけど、そうそうそう、はい。あ、野球漫画は幕張が好きですから、いらっしゃる、あれ野球漫画じゃないですよ、ね、あれ野球漫画じゃないですからね、じゃないですからね、はい、はい、僕世代じゃないんですけど野球漫画でしたらキャプテンが好きですね。あ、キャプテン千葉明夫さん。そうですね、千葉哲也の弟さんが書いてるやつですね。そうですね、私最近ダイヤのエースハマってますけどね。 あれはマガジンでしたっけかな、アニメやってるんですよ。ですね、そうそう、それで見るようになりました。キャプテンはあのオープニングの歌が最高にいいんですよ、あれは。なるほど、ね、はい、そうですね、確かに。ハード店長、ホンダのモノマネがいそうって、これはグラさんですかね。ホンダケースです。ホンダケース、ホンダケース、ホンダケースです。まあ、そうですね、みたいな。そうですね、はい。あ、すいません、ミラノの時間見てました。はい、ちょっと11ダビッドソン混ぜてますけどね、11ダビッドソン、はい。皆さん、スポーツ漫画でおすすめのやつありますか。あ、でも最近あれですよね、メジャーのなんか2が始まってるんですかね。はい、みたいですけどもね、はい、ですね。いや、僕スポーツ漫画結構好きなんですよ、いろいろ、はい、まあ、キャプテン翼しかり、はいはい、スラムダンクしかり、はいはい、あとそれはね、まあ、以前 の、 あの雑談放送というかスカイプ放送で言ってらっしゃいましたもんね。そうなんですよ、はい、はい、他は前前とかは何かありますか。うん、最近は黒子のバスケ見てましたけどね。黒子のバスケ、黒子のバスケはもう僕もね、毎回録画してますんで、はい、あ、やっぱり今日、はい、今日ありますよね、そういえば。そうですね、黒子のバスケでは緑間が好きですね。あ、そうですか、はい、私は青峰が好きです。青峰ですか、はい、なるほど。青峰か木瀬君がいいですね。木瀬君ですね、はい。全然わからねえ黒バス見てねえか、全然わからねえ見てないんですか、JP さん。甘いっすね。甘いっすか。まあ、ジャンプね、見てる人はわかるかもしれないですね。ジャンプ全然読まない派なんでね、基本的に。JP さん、ディアボーイズぐらい。ディアボーイズ、あ、でもディアボーイズ面白いじゃないですか。面白い、僕は知って、僕は何年やってんねやろって感じですけど、ね、それかもう今はなき月刊ジャンプのアイルとかですか。はい、アイル、あ、アイルね、懐かしい。ちなみに大工さんはな、これっていうスポーツ漫画何かあります。いや、僕はその日常で起こらないような内容のスポーツ漫画が好きなんで、はい、なんかぶっ飛びイットとか、あ、はいはい、野球しようぜか、野球しようよか、はいはい、なんか技が飛び出すような、なるほど、必殺技系のやつですね。昔で言うところなんですが、サムライジャイアンツ的なところですか ね、 それね、だいぶ古いですけどね、これね。え、 JP さん最近なんか見てるやつありますか。スポーツ漫画ですか。まあ、なんかこうおすすめの、これ面白いよみたいな。スポーツ漫画で言うと、なんやろ、一番最後に読んだのなんでしょうね。僕だいぶ昔でスポーツ漫画止まっちゃってるんで。あ、そうなんや。山田太、野球漫画で言うと山田太一の奇跡とか。いや、懐かしいですね。あの小関浩二先生ですけども、ね、はい、山下太郎君も書きましたね。山下太郎君も、そうです、そうです、その流れとか。まあ、もろね、スラムダンクとかも読んでましたし、野球系でいうと何かな、大きく振りかぶって、あ、大振りね、懐かしい、はい、僕はあれは良かったなと思いますけどね。おお、また、またすごい。いや、でも中断中断ですね。さあ、当選なるかな、どうかな。でも意外に
あれなんですよね、AD 中の中段キーなら何も起こらないんですよね。そうですね、意外とトマト煽り少なかったりしますからね。はい、ね、ゴッドゲーム前々頑張れ、前々は天井狙いですがって言われてますからね、はい、まだもうちょっとかかるかな、いつも YouTube で見てますがニコ生初です、こんばんは、ありがとうございます。どうもです、はい、どうも、こんばんは、佐々木さんも私も好きですって方いらっしゃいますね。あ、ありがとうございます、はい、乗らるなら乗るまでなとろてんてんてんコケコッコで天下フグとごちゃごちゃになってます。天下フグですね、懐かしいですね。グラゼニが面白いって方いらっしゃいますね。あ、グラゼニ面白いですね、はい、あれはそう年俸にね、自分の、はいはい、あれ自分より上の人には強いんですよ、下の人か、自分のより下の人には下の人が強いんですよね。そうそうそう、あれ結局メジャー行ったんでしたっけね、最後はね、ダイヤのエースいいぞ、ダイヤのエースはみゆきはかっこいいってことで、メジャーがいい、君は何かができるんですね。週刊フライデーのワイが清原康世代ですって方ですね。あ、ミスターフルスイングかなって方ですね、大振りおもろいで3枚ベルの存在意義、スモーキー BB でジャンプの野球漫画がおすすめだよって方いらっしゃいますね。あとは風光が好きって方いらっしゃいますね。あ、なるほどですね、はい、圧力のバスケット、ベイビーステップ面白いと、メジャー泣けるわって明石ですね。野球漫画ならワンナウツが好きって方いらっしゃいますね。あ、ワンナウツね、はい、前前ペチマヤから青峰に興味持たれないぞって方いらっしゃいます、ね、そんなことないよ、はい、そんなことないよ。これ何ですか、うさぎ丸、これえうさぎ丸って言うんですよ、これわかんないね、私も、ね、パワープロで選手作ったわって方いらっしゃいますよね。ちなみに店長は野球ゲームでいうとパワープロ派ですか。パワープロはね、64の時ずっとパワープロやってましたね。ああ、それ以降はあまりやってない感じ、はい、僕の大学時代の生活が腐ってまして、はい、はい、もう朝一はもう10時から、はいはい、スロット打ちに行ってて、うん、で5時からバイトしに行ってて、はい、で終わったらそこから徹夜麻雀するかあれです、徹夜でパワープロするかどうか。なんかあの典型的な大学生の、大学生の1日遊んでる大学生の典型的な例ですね。そうですね、はい、あれ大根さんは野球ゲームあんまり知ってない。もうずっとパワープロとウィーレですね。あ、ウィニングイレブン、もうずっとパワープロでサクセスで、まあでもずっとやってたらもう全員オール A で戦うしかないんで。あ、すごい、あ、さすがすごいですね。そうですね、オール A ぐらいは作れますからね、 S は無理でも10、え、プレステ2の、うん、サクセスの、うん、社会人編が多分ずっとやってたんですね、はい、12か10か、どっちでしたっけ、プレス2の頃やったら10かな、どっちかなでしたっけね。あ、その辺でもうだいぶその辺はやり込んだと。そうですね、ウィーレと、はい、いや僕はねファミスタ世代やったんで、あの 3D スーパーファミコンで、初めてパワープロが出たじゃないですか、94が、はいはい、そうですね、あの時にもう完全に操作についていけなくなった人間なんで。いやーでもね僕もサクセスができるまではパワープロを受け付けなかったですね。あ、そうですか、はい、あとシナリオモードってあったじゃないですか、実際に、あったシチュエーションで、はいはいはい、やるやつクリアしていくやつ、ね、そうそうそう、あれすごい好きだったんですけどね、はい、ギロチンバントとかって書いてますよね。俺の世代はぶっ、俺の世代のぶっ飛び漫画テニスの王子様メジャーとかかなって感じで。ああ、そうですね、テニプリも、ね、新しめですね。そうですね、テニプリはなんかテニスしてるのかどうかわからない部分もありますからね。そうですね、初めの一歩で言うとハード店長は誰キャラですか。誰か決めてください。ああ、漫画太郎さんの地獄甲子園がアストロ球団やな、ね、地獄甲子園出ましたね。トマルピのハルッチ好きってね、昨日ハーデスでまんまに出した俺に一言ください。おめでとう、おめでとうございます、おめでとうございます、すごいなぁ、グラチュエーション、ね、ハルッチもいいね。で萌えプロが好きな方いらっしゃいますね。萌えのプロ野球ですか。萌えプロって言うとみんなバントでホームランを思い出しますからね。そうですね、それぐらいに有名な事象になっちゃいましたからね。僕はハリキリスタジアム派ですけどね。あ、ハリスタいいですね、はい、やたらめったら打球が速いというね。そうですね、ハリスタでございますけども、うん、そういうの、これ何とか知ってる人いたら嬉しいわとかいらっしゃいますけど、すごいね、これね、ピノ最高、サクセスで天才が出る前ずっとリセットしてたとかいらっしゃいますけどね。あのギャオッチのプレゼントは笑ったね、キャプテン翼はぶっ飛びに入りますか、ぶっ飛び漫画に入りますか、まあ、ぶっ飛びですよね、言うたら、まあまあ、真似したらね、みんな怪我しますからね。スカイラブハリケーンとかね、はい、スカイラブハリケーンもそうですし、反動収束陣法とかありえないですからね。はい、あれ確か実際にやったらレッドカードになるやつ多かったんでしたっけ。そうですね、でもなんかプロが動画でやってたような気がしますけどね。やってました、やってました、はい、ちょうどワールドカップの前じゃなかったんでしたっけね。誰でしたっけね、ジュビロの選手かなんかやってたような気するんですけどね。そうそうそう、ハンド収束陣法ってやってましたよね確か、はい、うん、実際になんか決めゴール決めてた気がします、ね、そうですね、はい、
ああサクセスでいい感じに育った選手が大丈夫博士にやられて心折れまくったので、まあ、そうですね大丈夫博士、大丈夫博士懐かしいですね、はい、懐かしいですね、だいたい最後の2ヶ月ぐらいに出てきますからね。でやるかどうかね、いや2回出てくる時とかも激アツなんですけどね。そうですね、成功すればもうあれ成功する確率を考えないとダメですからね、あれに関してはね、終わったら終了という形になりますもんね。ああゴールポストの上に立つやつとか、そうそうそう、これレッドカードになるらしいですけどね、実際やるとね。あれダメですね。あれ確かスカイラブハリケーン対決対策かなんかでやったやつですよね。そうです ね、ゴールポスト蹴ったりとかしますね。わかします。懐かしい三角飛びですね。キエーって言いながら飛ぶやつですよね。たけしの挑戦状について一言どうぞ。あの痛恨でとりあえずパチンコ店で出ねえぞって言ったらヤクザ出てきますんで出てくるやつですね、はいはい、あとはあのスナックか何かで歌うっていうのがありましたけどね。あの歌って確かあのうまくいくまでやらないといけないっていうのがありましたけどね。そうですね、はい、通行マイク活用しすぎですから ね、 そうですね。あとは地図を見ながら1時間待つとかね、はい、あのふざけたネタありましたけどね、ジャンプして空中で会話できるからなキャプツバって間違いないですよこれはね、はい。翼と三崎のゴールデンコンビでただのワンツーの連続やないかってツッコミが入ってますけどね。そうですね、はい、まあまあ東方ゴールデンコンビも一緒ですからね。そうですね、はい、あれでも基本ワンタッチじゃなかったでしたっけ。あ確かそうやったかな。あの手元動かないですよ ね、ワンタッチでずっとパンパンパン行くんですよねあれね、はい、あれ確かファミコンで使ったらあっという間にゴール前行きましたでしたっけ。行きますね、2回使ったら多分もうゴール前行きますね、うん、あのね最初ディフェンスしてるとこからすぐ行きますから ね、 あれね。そうですね、はい。皆さんの好きな助っ人外国人選手いらっしゃいますか。出ましたね、いつもの通りのあの助っ人外人ネタが来ましたね。なるほどですね、はい、じゃあ大君野球やってましたんでいきますか。助っ人外国人ですか、はい、めっちゃ考えてる。いろいろと、いろいろと思いふ、思いつく。私なんか知らんけど、印象に残ってるのカクリさんですね。カクリ出ましたね。カクリ立てを、阪神タイガースの台湾出身ですね。そうそう、僕はマルティネスですかね。お、ジャイアンツにいた、はい、僕はやっぱり大砲ですかね。お、あ、大砲は外人選手入らないですからね、あれ一応ドラフト外で入ってますからね。モノマネとか用意してましたけど。一本足打法ですね。はい、はい、あの大砲さんってこの間確かあれですよね、ちょっと亡くなられたんですよね。亡くなられましたね、この前ね、病気でね。あのなんか中華料理屋やってはったらしいですけどもね。あのなんか頑張ってあの立てるまで頑張りますっていう張り紙したまんまちょっと帰ってこれなかったっていうね、あったみたいですけどね、うん、あいろんな方いらっしゃいますね。マシアスこれ日ハムにおった選手ですね、マシアスね。ベイスターズのローズ、バース、ね、M ボ、あーローズ、うん、M ボマ、クロマティ、ホーナー、はい、ルーズベルト・ブラウン選手、マギー、あ、違う、あの楽天ファンの方いらっしゃいますね、マギーだな、バナザード、あー僕もそれはちょっと押したい、アップショーでもいいんですけどね、ブライアント、ソンドンヨル、カブレラ、グラッテン、ペ40、ペ40関係ないね。ペ40ちゃんとオチ考えてるなんすか、冬空が続編出るみたいな話ですか。そうね、続編出るんですよね、確か。あ、そうなんですか。なんかやるみたいな話ですよね。ラミレス、カズをバッシングした張本とかね、ポンセ、ガリクソン、この前あれらしいですね、なんか サンデーモーニングかなんかで、そうそう、もう君やめた方がいいですよ、みたいな話したら、どえらい炎上したという話をお聞きしました、ね、あでもあれですよね、なんか、もっと頑張れっていうことだみたいな、かっこいいコメントをカズがしたんじゃないですか。そうそうそう、返しがうまかったですよね、はい、あの辺は大人やなって思いましたけれどもね。そうですね、うんうん、JP かなと、JP ってどういうことだろうね、パチョレック、ラインバック、ロメイシっていう。うん、また恥ずかしいついていけない配信寝ちゃうよってね、ゴッドについて誰も触れないというね。いや土曜日結構やっぱりこういつも通りですよ、ね、年齢層が高いような気がするな。そうですね、脱線しちゃいますよね、はい、友達の母ちゃんと結婚したやつで、これはあれですね、ペタジーニ、ペタジーニ、ロベルトペタジーニですね。もう離婚したんですよね、確か、うん、すごいな。あポンセとかね、イースラーポンセ外国人助っ人は神のように強いってゴッドの話しとるやんけっていうね、あの強引なこじつけもありますけど、はい、さっきからちょっとあれですね、野球ネタを擁護する人が約1名いますね。やたらね、はい、しかもその直後にカズのゴールに近い、カズのゴールに近いオウンゴールが入ったっていうコメントもあったんですね。あ、そうなんや、はい、ラモスは外、まあ、日本人帰化してましたからね、帰化してますから ね、日本代表ですから元、はい、ラインバックね、パウエルってなんで巨人で JP っていう登録のあれ近鉄ですね、ジェルミー・パウエルは。ああそうかそうか、近鉄に乗った時に JP っていう登録名にして、あのその後巨人に行った時はパウエル登録だったはずですね、これはね。私あのオリックスにおった
DJ でしたっけ、あ DJ ダグジェリングスですね、はい、DJ 好きでした、あーニール DJ、 そう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 、あの時はオリックス大好きやったんで、95年ですかね、95、96ぐらいかな、96ですね、はい、一郎タグ、一郎大島か、そうそうそう、 DJ ニールですよね、その辺好きでしたね、うん、あー金鉄か、パパイアス、ジョンカビだってね、バダハリとかないのか、アルシンド、アルシンド懐かしい、ビスマルク、だんだん J リーグに話してますね、サッカー、サッカー来てますね、だんだん J リーグに話してますね、数から、うん、DJ が好きって前々年バレるって方いらっしゃいます、いやいやもうバレてるからみんな知ってるやん、バレてますから、ね、みんな知ってるやん、はいはい、これが左下で、これ左下がアナザーゴッドで、上上が新ミリオン、そうですね、はい、上2つが、ミリオンゴッド神々の凱旋ですね、左下がアナザーゴッドハーデスという形になってます、王天井としても王天井のあれはその字がちょっと違いますね、あの王の天の上ですね、はい、フランク王天井っていう南海の選手がおったんですよね、はい、あの登録面が王選手を 上に超えるようにという、はい、意味も込めて王天井っていう名前で登録されたんですけどね、はい、フランク王天井、マイマイって何歳なんですかって直球が入りましたけど、ね、あ多分誰かコメント入れるんじゃないですか、そうですね、みんな知ってますか、僕は永遠の17歳ですけど、ね、はい、それは永遠とそのパターンでいくんです ね、永遠の17歳ということで、いやいやいや絶対あれかなと思ってあえてちょっとあえて振らなかった、はい、あの店入られへんがなみたいなやつですね、はい、そうですね、大君のコメントを待ってた僕がいたんですけどちょっとやっぱり噛み合ってないな今日はあの進行率なかなか低いらしい、今日ちょっとね、あの今みんな当たってないんで、そうそうですね、はい、あの現状今通常時に戻っておりますからね、はいはい、DJ ダ DJ とか言われてますけど違いますから、ね、ちょっと違うな、ダグジェリングですね、はい、松潤と同じ年ですね、前々は43歳って言われてますけどね、パワープロでオリックス使ったらニール当たったらホームラン行ったよなって前々やったら分かるはず、そうですね、はい、多分パワープロやってたから分かると思う、ガルベスですね、やっぱりガルベス、ガルベスホームラン出ましたね、ホームランといえば、まあ、いろいろね問題もありましたけど、そうですね、ガルベスはあれですからね、ね、あの阪神戦で、そう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 、あの球審の吉高さんですよね、あの時はね、あの投げつけてえらいことになりました、あれはもうチンプレー、コープレーでよく出てましたもんね、そうですね、昔よ、最近チンプレー、コープレーやらないですけどもね、やらないですね、はい、あれね、お正月やってましたよ、あ、そうなんですか、年末に、ああ、そうなんやね、そうですね、僕も身のもんだよりも、あの学天則のモノマネの方しかあんま見ないですけどね、そっちの方ですね、はい、あ、バントでホームラン、マイマイさんって誕生日いつですか、私6月生まれですよ、6月生まれ、6月生まれです、はい、マンションでバーベキューして怒られて帰国した外人おったなよう皆さん知ってますね、それね、誰、はい、マイマイ26歳でしょ、わらわらと、ありがとう、はい、JP さん今日は何の曲聴いたんですか、今日はランダム再生してきました、はい、最近 T ボランにハマってます、そうですね、最近 T ボラン、 T ボラン何ですか、すれ違いの順調ですか、みんなそれ言うな、バイフォーナウですか、昨日も言われてました、バイフォーナウじゃないんですか、バイフォーナウの入りがあのカラオケでは一番難しいっていうね、ジレッタイじゃないですか、ジレッタイも好きです、マリアですか、マリアも聴きました、はい、6月だからマイマイのと違うですね、ミッチェルですね、神のお告げで帰った外国人を超える理由はなかなかないと思って神のお告げ懐かしいあのグリーンウェルですね、そうそう足骨折して帰りますね、すぐ帰りましたもんね、すぐ帰りましたね、僕はでもあれですよ、甲子園球で打ったスリーベースは忘れないですよ、見に行きましたから僕はあの試合は、なるほど、唯一あれヒット1本いくらでしたっけ、あのヒット1本何千万やったかな、はい、うん、同レベルですね、そうだね、はい、でも昔ね名古屋グランパスのリネカーもゴール 1個なんぼって言われてましたからね、億単位じゃなかったですか、リネカー、リネカーね、部屋にゴキブリが出るから嫌で帰国した外人をおったって、これあれですね、近鉄のドンマネじゃなかったかな確か、メジャーバリバリのメジャーリーガー来たんですけど汚すぎるって帰ったって言いましたけどね、はい、いいなビーイング黄金時代ってね、あの当時の曲も好きですけどね、おチャンス、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 でもあれです、大工さんあれでしょ、もうぼちぼちまた新たにそうなんですよね、入るでしょ、今777ゲームですからね、はい、そうですね、はい、800ゲームの方がチャンスですから、突入に関してはそうですね、有効されてますからね、あれですね、そろそろちょっと楽しみたいなと思ってるんで、ね、てか毎回全く動きないな、はい、今のところ、ね、何にもないわ、今何回転ですかまずいやちょっと打ち始め見てなかったんですけど、ね、表記はもうちょっとあれかな、そうですね、いい、もうだいぶいってる感じしますけど、はい、てか全然出てなくて、これはねタイムシフトで序盤出てください、もうね、はい、ハード店長が今最高1000何枚ぐらいですか、2000枚近くまで行ったんですか、いやそうですね、1500ぐらいは行ってましたけどね、行ってましたよね、はい、
手が全然出てなくなってまいりますけどね、マイマイの旦那はハーデスってマジですか。あ、よくご存知ですね。ハーデスやったんや、はい、そうやったんですか。お前旦那にしたんや、はい、ひょっとして自分がペルステポネって言いたいんですか。それはそんなこと言ってないよ、うん、あ、怒られそうやからやめとこう、はい、浅草見物して帰った外人もいましたんで、ミステリーですねこれね。よく知ってるわこの人、うん、まあさすがその辺はマニアックなんで、ね、何でも帰ってきますね、はいはい、じゃあワニ好きな外国人誰でしたっけ。あ、パリッシュですね。パリッシュ、はい、早いわ、早いわ、負けるわ。ヤクルトから阪神に来たパリッシュですね。3台もあるからどれか出してほしいって言われてますんで、もう出た後です、ね、出た後なんですよね残念ながら、はい、巨人のカムストックの顔が好きだった。懐かしいですねカムストックね。スクリューボールの元祖って言われてますけどもね、はい、日本でスクリューボールを初めて投げたんじゃないかな、はい、この選手は。全然知らなかったです。84年か5年の選手ですね。5、6年か86年ぐらいに来てるはず。確かねガリクソンとかとあの辺と一緒ぐらいだったかな。生まれてないですね、はい、生まれてない、はい、さすが世代的にはちょっとね、僕も生まれてないですからね。あ、前々ペルステポネなんですがスタイルいいねって言われて、ありがとうございます、はい、ということはネギ玉ケルベルスかって言われてますけどね。来ましたよヘルゾン。あ、来た来た、ようやくヘルゾン来た。いやちょっと青はちょっと厳しいですね。厳しいですね。やっぱ最低黄色ですね、まあ、続いてもらう。これ 10% でしょ確か。 10% ぐらいでしたっけ。いやもうブルーには関してはもうだいぶ広いですけどね。あ、どうかな。お、なんかプッシュがチャンス、チャンス、どうだ。継続するかもしれないですからね。あ、あ、継続もしない。うん、前前ちょっと待って。あ、まあ、おー、G ストップや。 G ストップ来ましたね。来た来た来た、言うてた、来ましたよ G ストップ。これは期待度高いですよ。7揃えてほしいですね。ここでそれゴッドっすからね、7や届ったら。あー、1個、1個は弱い、厳しいね。からのこれ確かなんか氷が多かったらいいんやったっけ。氷が、そうですね、そうです、やっぱ3つぐらい消えたら結構熱いですよね。どうだ、一つか、一つやと結構厳しいですね。あ、これ当たりますね。おー、 V や、しかも V、 V や、これ連着確定でしょ、はい、そうですね、ストック確定ですね。はい、おめでとうございます。よかったよかった。ようやく来たね、前々。着地が長かった。今日も我がエンデック軍の勝利出た。あ、これ氷じゃなくて鏡ですよ。あ、ね、はい、鏡ですね。あ、ペルステップの方は胸あるんじゃないと言われますけどね、設定とかどうなってるの不明ですかって。これアゲアゲマックスですかね。そうですね、はい、今日は多分全員アンコウちゃいますかね、はい、という形になってますんでね、ハートちゃんとマイマイに聞きたい、アウターゾーンって好きじゃなかったですか。懐かしい。ジャンプですね。ジャンプですね、はい、そうですね、あの僕はあの何でしたっけね、アウターゾーンの角丸先生がパロってたやつの方が好きです、ね、そっちですか、はい、ミザルって言ってあのミザリーのパチもあのモンモンモンみたいな顔で、モンモンモン猿のやつでね、はい、やってるあれが好きでしたけどね。そっちやったか、なるほどね。アウターゾーンちょっと怖かったけど、なんか怖いもの見たさで見てたような気がする。そうですね、ちょっとジャンプにあっては異色かなっていう気もしますけどね。そうですね、はい、クロマティ久々の店は、マイマイさん来たってね、ペルセポね、今日は5枚って言われてますかね、VVV ってね言われてますけどね。いや、おめでとうってね、 V は、あ、 V は3セット以上確定ってね言われてますね。おめでとうございます、マイマイさん、おめでとうね。さあ、初当たりで V でも800枚ぐらいしか出たことないって方いらっしゃいますんで、ここね、なんか乗せていきましょう、マイマイ ね、 ね、頑張ろう、はい、ね、うん、ガリクソンは試合中に飲酒に打ちながら頑張ってたってね方いらっしゃる。確か糖尿病だったんですね、ですね、あの人ね、はい、確か産地が誰かは水虫やったんですけどね、はい、どうでもいいですね今のプチ情報何やったんや、そうそうそう言いたかったんかな、ちなみに言いたかったんですよね、これはね、あの有名な話なんですよこれね、あの靴が大きすぎてね、あの合う靴がなかったんですよ。あ、なるほど、はい、確か30センチぐらいあったんかな、スパイクがなくてってね、特注やね、30やからもう、はい、マジで今日21万機構負けてきました、どうしたら出るの凱旋って言われてますけどもね、なかなかちょっとハマりきついと展開厳しいとね、ちょっとあるかもしれませんけど ね、 そうですね、まあ、ちょっとね気分転換して、そうそうそう、挑んでください、ね、また挑んでください、今のままだと大君さん最下位ですねって言われてますんで、今のところ一発だけで、そうですね、3連確定してますからね、はい、あ、世代がいろいろと違うので、皆さんがニヤニヤしながら見たジャンプのエロい漫画は何ですか。あ、そうか、いや僕はあれですね、まあまあまあ、合図もか、アイズも絶好調時代なんですけど、うん、はい、やっぱりあれですかね、ビデオガールですかね、やっぱりそこ行きますよね、はい、ジャンプやったら、そうですね、桂正和先生ですよね、やっぱそこですよね、はい、あの女の子の愛らしさと相まってちょっとエロい感じのね、そうですね、感じですね、わかるわかる、あれですよね、ターちゃんで興奮したパターンですよね懐かしい
さあこれ大工さんどうしますか。大工さん何があります、なんかこうちょっとエロいなって思った、はい、いやー、ね、僕ジャンプを読んでなかったんですよね。あ、そうなんや。はい、だ漫画とかも読み出したもん、もう大学ぐらいなんで。へー、まあ、その当時はあれですか、もう全然その辺の、まあ、大人になってますからエロいも減ったくれもないかもしれないですけどね。そうですね、うん、そうなんですよ。だから僕いつもあれなんですよね、話ついていけないんで、うん、もうちょっと黙ろうと思ってる黙らんでも食いついてきていいんですよ全然ね。いやもう分かんないんでねちなみに前も私も合図見てて、うん、DNA2 も見てました ね、 したね。あの桂正和先生めっちゃ好きなんですよ私。あ、そうなんや、なるほど。いや結構持ってましたよ本。ウィングマンは、ウィングマンはねちょっと世代が違うからね、若干僕ら世代ですから、はい、世代違うんですけど、はい、僕も3世のウィングマンずっと持ってましたねあれはあれは良かったですよね、はい、あれ3世の僕も好きでしたけど。あとあれ何やったっけ、1500% でしたっけ。 あ、 ありましたね 1500%。 あれを書いてる先生も好きで、なんか初恋リミ、はい、え何やったっけ、初恋限定、初恋リミテッドやったっけな、あれも見てましたね、はいはい、家にまだありますよ多分。結構読んでるね前々ね。私本当に漫画ばっかりなんですよやばいんですよ、うん、本当に100だったね、DNA2 ひばりくん、あストップひばりくんか。いや、まあ、確かにちょっと世代じゃないですけど、うん、まあ、昔のジャンプですよね、うん、エロいですけどね。 JP さんは水虫じゃないか、僕水虫じゃないですね、今もいいけどジャンプ世代と桂正和作品は良かったって方いらっしゃいますね。案内人のことストーカーって言ってましたね。気まぐれオレンジロードとかバスタードが好きでした。あ、バスタードは好きやった。バスタード、世代が違いすぎてわからん。リリムキスって方いらっしゃいますよね。あ、新しめのやつですね。そうですね、ジャンプのちょいエロは大事、ヌーベとかって。ヌーベもちょっとエロ入りますからね。そうですね、そうですね、子供が好きそうな。そうですね、ちょっとしたまだ健康的なエロ入りますからね、はい、ハレンチ学園ね、サイボーグじいちゃんが好きですよね。マイマイさんってもしかして男性ですか。いやいや、でも桂正和は好きな人多かったよ女の子でも。そうですね、あ、まあ、女の子が見て別にこう嫌がる漫画じゃないですからね。いや、なんかなんていうんやろうな、本物っぽいじゃないですか。なんかああいう子いてそうやもんね、ほんまに。ああ、なるほどなるほど、そうそうそう、あれがなんかよりいいな、ファンタジックじゃなくて現実に近い感じですからね。いいなと思うね、うん。タルルートはあって、まあ、確かに江川先生は必ずちょいちょい入れてきてましたけど ね、 ね、江川先生ここいるじゃないですか。違う、もう髪の毛切った言うて江川先生、髪の毛切った、江川誰が江川や、はい、この前キュー様で見たような、キュー様、確か出てるけどあの人、はい、毎回毎回、うん、俺はトラブル世代とか、ね、あ、トラブル ね、うん、ね、マイチングマチコ先生とかいらっしゃいますよね。江川先生こんにちは、江川先生出ましたね、来た来た、アニメだと曲がラルクとシャランキューだったんだよな、 DNA2 シングルベッドですね、そうそうそう、ブルーリーアイズですね、そうですね、はい、タイゾーモテキングサーガーが好きだったって方いらっしゃるんですけどね、ヌーベってまだやってるよね、ネオってタイトルって、まあまだやってるんですか。そうですね、なんかイズナちゃんが主役のやつとかやってましたけどね、そうなんですね、はい、どうも江川先生ね、シングルベッドはそうですね、間違いですね、俺は 1500% 世代って方いらっしゃいます、ね、あれもちょっとエロいね。さあさあさあ、というわけで前々が今のところ連チャンしてる形で、あと2セットは確定かなかな、 V そうですね、ですね、という形になってますね。江川先生に見えてる、江川先生じゃないですよ江川先生もっと口ひげをするじゃないですか、まあ、安定の江川先生、うん、そうですね、口ひげも生やしてますからね、俺は合図かなって方いらっしゃいますよ。大工さん、ちょっと辛い展開続いてますね、これね。いや、こんなことになりますかね早かったんですけどね。ねえ、大当たり早くて、あ、これいけるんかなと思ったら、いやもう本当にこの何もない感がすごい疲れますよね。わかります。私は中断もないですし、右上がりも上がりもないっていうところですね。900ゲーム回しても全然ないですからね。中断来たの本当来てないですよね。もうちょっと 2,3 回来てもいいようなもんなんですけどね。一番上の設定は初当たりが軽いで有名そう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 、いやまあでもね、やっぱそうなんすよね。まあまあまあ、そういうもんですよね。ハーデスファンに怒られますね、はい、凱旋に負け、お兄ちゃん、お兄ちゃんやばいっすね、凱旋に負けるとはみたいなね。そうなんですよね。タイトルさん何ゲームですかってコメント来ますよね。今906です。906でヘルゾーンも1回しか入ってないですね。そうですね、2回のうち1つしか入ってないという形ですかね、ゾーン的にはね。そうですね、5ゲームの青です。せめて中断引きたいですねと言ってる間にもう残り20 25分ぐらいになってますけどね、はい、そうなんですよね、まあ、中断にゴッドを揃えれば別にもういいかなっていう感じですね。まあ、まあヘルゾーンだからね。じゃあ台開けで中断キナー揃えてって意味ないですからね、これね。フラグ立てなくて揃えても意味ないですからね。設定カンパしようか過去提案って言われてますけどね。これじゃ、一番上のはずなんですけどね。そうですね。この辺
てか前々あれ変わった？あ、ゼウスモード。ゼウスステージ行ってますね、これね。合格じゃないですか。はい、さあ、なんか引きましょうか、ここで。引きたいね。神様って言われてますんでね。さあ、ハード店長の方もちょっとおとなしくなってきた感じですかね。そうですね、260ゲームですね、今。はい。頑張っても天井も行かれへんしなとか思ってきたんで、そうですよね、もう手止めようかな諦めが早い。頑張れ。次のヘルゾーンでいうと1200ぐらいでしたっけ。もうちょっと行くんでしたっけ。1500ぐらいも行くんでしたっけ。いやもうパパあれちゃいますかね。400と800以降はもう天井まで 打ち切れですから。天井手前で確か一応ヘルゾーンありますよね、はい、あそうですね、はい、結構天井手前で当たることは多いですからね。そうなんですよね、あそこで当たっちゃうところ多いですからね。大君の台は設定一番下なのかなって言われてますけど、それは多分ないと思いますけどもね。大君の台ってちょっとかぶしてきましたねあ、いいですね。大君さんの台はドッキリ企画で設定1位されてるのかなって、そういうわけじゃないですよ。優しいです。いや今回はね、僕が優しくちゃんと一番上にしときましたんで、はい、それは間違いないんですね。そうですね、僕はもう JP さんとか東みたいに卑怯だから JP 君は卑怯なんだよいや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 、でもあの時はね、見事に出されましたからね。いやー、それはすごかったっすね。ちなみに言っとくと、あれは現東店長の提案ですからね。提案ですか。僕から提案したわけじゃないですか。キャッツの提案ですか。そうですよ。キャッツの僕はあえてそれは断固彼の提案やと言いますからね。なるほどですね、はい、藤木君来たとか言われますけどね、はい。ハードちゃん、爆笑人生劇場について一言どうぞ。いやー、僕めっちゃ好きなんですよ、ほんと前々から言うてますもんね。はい、そうなんですよね。対等のあのゲームシリーズ好きや、言ってね。対等のあのゲーム、もう対等なくなりましたよね。あ、もうないんですか。いやー、ないんちゃうんですか。もう全く見ないですけどね。ゲームセンターとかでまだやってはりません。対等ステーションとか多分あると思うんですけど。あ、まだあるんですかね。ナンバーに対等ステーションは多分あったと思うんで。あそこの角っこ、そうですね。角っこです、そうです、あそこ対等ステーションのはずなんで。あ、ほんまっすね、はい、じゃ あるんですね多分ね。 あなんですかね、アミューズメントの方に行ったかな。アミューズメントの方に行った可能性が高いんじゃないですか。ああいうちょっと UFO キャッチャーとかの方ですかね。いや、私対等さんといえばダライアスが全くもう真っ先に浮かぶんですけどもね。なるほどっすね。ゲームセンターの僕はアルカノイドですね。あ、アルカノイドありましたね。あの大山信也さんが非常に得意という ね、アルカノイドですけどね。藤井君ね、大君の大君は設定1かってね、こう言ってますね、はい。設定1で勝ったドッキリ潰しっていうね、もうやられ見事にやられましたからね、あの時は、ね、やられましたね。あ、対等合併したって方いらっしゃいますね。あ、そうなんですか。合併はしてるんやね。なるほど、ありがとうございます。あ、全国232店舗ありますよ、かっこ先月やめたけどって。あ、これやめたけど、あの対等ステーションあれなんですかね、やってはった方なんですかね。ああ、そうなんですね。ああ、ダライアス俺もだってね、アラサーの方いらっしゃいますよね。なるほど、うん、亡くなったのは奥村やで、それ間違いないですよね。それ言っちゃダメですね。それは言っちゃダメですけどね。それは言っちゃおしまいだよ、はい、いや、先日ね、うちのキコナチャンネルの関東の方でね、ありがとう奥村企画ってのやってましたけど、ね、あ、そうなんですか。はい、奥村さんの代をいろいろ回しながらってのやってましたけどね。あ、本当にもう中古移動とかもできないらしいんで、もう全くだからね、はい、会社の方がもう破産申請ということですんで、台の移動等も全くできないということで。そうですね、だから、まあ、マルモンさんとはもう別ですからね。そうですね、民事再生さんとちょっとまた別の形になりましたんでね。今度はハード店長 VS ムッシュ店長の兄弟対決やってくださいって言われてますよ。やりますか。お、やりますか。やりますか。ちょっとね、やっぱ本物をちょっとはっきりさせんとダメですよねお、ということはジャグラーいつやるんですか。ジャグラーはちなみに7やっちゃったしいいじゃないかないやでも伏せまだ暫定王者ですよ。あれ暫定王者ですか。暫定じゃなくてあれは正式王者になりましたからね。防衛したんで。あ、防衛したんですか。そうなんですよ。5ポイント差ですね、はい、じゃあ僕もフェザー級チャンピオンの座をかけて、はい、関さんに対決挑みましょうか。いつの間にあれなんですか、はい、それちなみにあれですよ、頑張れ元気じゃないですか。バレちゃいました関さんって言った瞬間に分かりました、ね、そうですね、はいはい、もう僕は5号機で一番打ち込んだ台かもしれないんでね あれ好きだったんですね。はい、そうですよ、まあ、僕も大好きでしたけども、ちなみに私の LINE の画像ですけれども、はい、頑張れ元気の金チャンピオンロード、チャンピオンロードにしてまして、それに気づいてくれたのはハード店長と、はい、ムッシュ店長でした。あー、イエーイ、やっぱり兄弟そこ、はい、さすがやわ。そこの LINE 画像に気がついて言ってくれたのはそのお二方だけでしたね、はい、
あ、近所の、パチ屋の入り口に森塩があったんだけど、キコーナでもやることはあるんですか？それはですね、多分店長次第ちゃいますかね。あ、店長のね、まあ、その辺は店舗さん次第ということですね、はい、そうですね、はい、やっぱ兄弟やって言われてますよね。もうラムちゃんの代出ないのか残念ということでね、まあ、どっか別のね会社がもしかしたらやるかもしれないですけどね、買い取ってくれるのかどうかってところでしょうね、はい、結局次巨人の星も違う会社出しますからね、京楽とは。そうですか、そう、はい、そうですね、いろいろとまあその辺判件は変わってくると思いますんでね。そうですね、あとは奥村さんオリジナルで言うと南国麻雀とかね、あの辺あったりしましたけどね。そうですね、いやー、UFO ラッシュ、UFO ラッシュ、 UFO ラッシュですか。奥村亡くなった後マジか UFO ラッシュ打ってくるから、ね、ほら UFO ラッシュですよやっぱり。マジですか。奥村さんね、この前なんとヤフーのトップニュースにもちょっとありましたね。あ、なってた、なってた、はい、アチ高校じゃないんですか。あ、デイジーアチ高校ありましたね。うん、2つ前ぐらいのうるせえのはあんまめっちゃ面白かったと、当たると必ずなんか昇格するやつっていうやつは、さすがやったら3になるのかな、はい、結構種類ね、あのうるせえやつら出してはりましたからね、うん、奥村さんね、そうですね、翔さんって言われてますけどもね、ちょっとあの南国麻雀も結構あのなんていうんですかね、マニアックな人気を集めてましたからね。いや、なんか新しいの作ってたらしいんですけどね。あ、大南国麻雀は作ってたらしいですよ、はい、はい、実際にね、はい、うん、ゼブラ柄のラムちゃんとか見たくないっていう方もいらっしゃいますけどね。ゼブラ柄、うん、まあまあちょっとあの虎柄と、虎柄というかね、あのヒョウ柄じゃない、虎柄か、あれ、ね、じゃあ乳銀に行くのかな。星柄ですか。星柄、星柄ですか。虎柄、激アツ、激アツ、星柄、虎柄。おお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 こういうパターンもあるわけですよ。ちょっと大きい画面しましょうか。はい、どうぞどうぞ。ちょっと来ましたよ。ああ、来ましたよ、これこのゴッドの画面見てください皆さん、これ GOD 来ましたよ、GOD。 いやー、見事 V 引くわ、ゴッド引くわ、わらわらってね、はい、さらっと引いてるから、おーいとかね、いや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 、まだびっくりしましたね。あ、やっぱりあるんですね、やっぱり引けるんですね、はい、やっぱり3台あるいきますよ。大根さん頑張って、大根さん。いやー、ちょっとね、ほんと悔しいっすね。ちょっと今日すさんでますね。ラプタ来たー、かっこいい、ま、この音楽はいいんすよ、これ。すごい、いやー、見事、盛り上がってきましたよ。おめでとう、素晴らしいわ、キズゴッドやし。あ、今和音聞けましたもんね、ちょっと軽くですけどもね、はい、はい、すごいってね。中段にあれですか、あの傷のあるゴッド、傷のあるゴッドを、はい、出ました、うん、知り上がれはっきりやな、店長おめーって言われてますんでね。ありがとうございます。4月19日午前1時43分神降臨で、ありがとうございます。あ、ギリギリで引けたわけですね。あ、知り上がれはっきりやな、店長おめーってね、ゴッドインゴッドしてもいいやねって言われてますんで。いや、ほんまっすね。さあ、梅北超えるかどうだ、うん、ハードちゃんやったねって言われてますんで。いやいやいや、見事ですね、おめでとうございます。いや、大君もいや、マジでナイスわ。もうぶん回したらね、ぶん回したらハーデスまでいけるかもしれません。ありますよ。いやいや、500ゲーム今からあと15分はきついっすね。さすが傷物のハードちゃんとか言われてますけどね。いや、傷物っすもん僕、うん、こら驚いてハイボールこぼしたやんけ。ハイボール飲んでるんですか。ごめんなさい。いいな、ハイボールいいな。ちょっともう今日2部には参加せど、天井まで回します。ああじゃあ今日はなしで、はい、行きますか。わかんない。そうですね、それで1400ゲームぐらいで引いてくれるっていうパターンを。じゃあできる限り回しましょう。そうそうね、ハーデスで何本乗るかっていう、はい、そこにかけましょう。そうですね、はい、まあまあそこでじゃあ100ゲーム以上乗ったらもう JP さん罰ゲームでみたいな。100ゲームちょっと待ってください。あの100ゲーム以上やったら全部含みますんで、その場合は。いや、する確率があるんでね、もうね、天井行くまで言い残りしてもええんやでって、ね、小話抜きかてんてんてん、ゲスパーの勝利です、ね、今日の罰ゲームはって言われてますけど、罰ゲームせっかく用意していただいたんでね。そうっすね、まあまあ、じゃ あの大工さんに回してもらってる間に、その間に店長予想しましょう。ああ、予想はそうですね、しないと。それで大工さんが、まあ、その途中で当ててしまうか、100ゲームだった場合は、はい、あの私が罰ゲームと、はい、でダメだった場合は大君さんが罰ゲームと。なるほど、いうことでよろしいですか。はい、全然大丈夫です。じゃあそれで大君さんよろしいですかね。はい、はい、じゃあ100ゲームいかんないですよね。天井いかんかったらもう、まあ、ハーレスには まずいかないでしょ。まずいかない、はい、でワンちゃんで50で罰ゲームですね。の可能性もあります。はい、じゃあワンちゃんでも100ゲーム、ワンちゃんでも100ゲーム以上というか100ゲームより上
行ったらあの罰ゲーム回避しましょう。いやまあでも時間内に当てたいですね。もうここまで来たんで。あ、ここまで来たら、ね、あ、ゴッド聞いた台は何番台ですか、その番号でサツキショー買うわって言ったんですけどね。ねえ、これは言っていいのかどうか。いやこの番号でもね、はい、そんだけ頭数がないですから、ね、そうですね。まず間違いないということですね。でも分けたらいいんじゃないですか。分けたらいいんですけどね、ハードちゃんの画面見てたらラピュタが見たくなったって方いらっしゃいますけどね。天空の城ですか。天空の城ですからね、これね。ああ、大君が勝負を渡したらもうそれ自体が罰ゲームのようなもんやからねって言われて間違いないですからね。途中で当たっちゃうとね、まああのケルベース行く確率が非常に高くなっちゃうんで、はい、いやいいなゴッド、またこれ見ると行きたくなるな、これ。明日行ったらいいじゃん。月曜日、月曜日僕休みやから行こうかな。ねえ、トールさんに、サツキ氏はツインターボやでって言った方いらっしゃる。だいぶ古いですねこれね。さあ大工さん、なんとか頑張ってくださいよ。あとから引いてもらわないと、あの途中でね、ゴッと引いていただいても全然構わないんで、その辺は。まあそういう時に限って、まあ全然引かないんですけどね。うん、もしぶっ壊し来たら JP さんも追加っていうコメント来ますけど、追加っていうのはどういうこと、罰ゲームかな、どうなんでしょうね。さあマイマイも順調に今消化中ということで、ちょっと上乗せないですね。さ、今3セット目いったんかな、うん、3セット目じゃあ、3セット以上確定ですから、まだ残りがあるかどうかは分からないという形になってますね。まあ、ちょっとねゴッドの上乗せ仕様がどちらかというと系譜っぽくなったという形になりましたからね、はい、あの子役でバツンと乗せるというか、まあ、あのアーザーゴッドハーデスとか、あとゼウスとはちょっと上乗せの感じが変わってきましたからね。ああ、 JP さんの月曜ゴッドの頑張りはツイッターで見守ってるやで、ね、高橋さんありがとうございます。いや、ゴッドつが分かんないですよ。あのいつもやったら徹夜通ってます、ね、そうですね、最近徹夜通ばっかり。あれですね、パトレーバーがないから徹夜売ってるわけですね。そうなんですよ、うちのね近所のお店ないんですよ。まあ、パトレーバーもね、あのトータル収支ではプラスに持ってったんで、はい、もうこれ以上あの嫌な思い出にさせたくないんで。いやでもね、僕もマックス打つんやったら徹夜打ちますね。徹夜面白いですよね、あれ面白いですね。あれは本当に面白いと思うんですけど、満州コード出してくださいよ。そうなんですよ、はい、ただね、この前も、8角16、16突角突角突っつっての引きましたからね。いや結構なんか続かないんですよね。続かないんですよ、あれ 80% でしたっけね、継続率ね、はい、ありますけど ね、哲也はナムナム店長があってね、多分ね、ただね、ナムナム店長ね、ボンド店長はなんか聞いたところによると、はい、あのね、本人言ってましたよ、あんまデジ出るまでやりませんって言ってましたからね。いやあの人ね、お金ないんですよ。バッサリ行きますね、あの人。予算もらってるくせにお金ないんですよ。昨日奥さんの話してましたけどね。あ、ミサさんの話ですね。はい、ミサさんの話ですね。あ、もう名前バレてるんですね。バレてました、もう自分で言ってました、ね、はい、いや北山店長の奥さん双子なんですよ。あ、そうなんですか、はい、だからお姉さん紹介してくれって僕ずっと言ってるんですけど、ね。え、ほんまの兄弟じゃないですか。奥さん多分ミサで、はい、お姉ちゃんもなんか多分なんとかさなんですよ。へー、リサかなんか多分似たような名前なんですよ。そうなんですね、なんか4歳上って言ってましたね、はい、あ、そうそう、奥さんが4歳上、あ、そうですね、姉さん女房ですね。そうそうそう、ね、しかもだいぶ1ビって発言してたよね。そう、俺はもう昔のなんか時モテたんやって言ってましたよね。その時僕はめっちゃモテたんですよ。あいつの頭に雷落ちへんかな。いや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 、ね、あ、宮崎店長の嫁様サリー、これ間違いない、ね、あ、そう、サリーじゃん、サリーなんですか。そうそうそう、桜井店のね、そうそうそう、店長の宮崎、はい、高谷宮崎の嫁さんサリーですか。サリー、サリーでしたっけね。サリーって言ってて、サリーってなって、そうそうそう、うん、あっこちゃんかなと思います、ね、はい、魔法少女つながりで、魔法少女的なね、嫁さんが俺に一目惚れしたって言ってたんで、そうそう、そうそうそう、言ってましたよ。俺はあの時はもうなんかこうやたらめったらもう出たって、あれそうやったかな。なんか僕が聞いてた話と違うような気がするよ、若干。あれ違うんですか。ちょっと怪しいですね。ああ、これまたあれやね、店長またね、3店長集計する時にこれ問いたたさないとダメですね。そう言わんとダメですね。ああ、そうなんか、ちょっとまた聞かなあかんな。嘘食いで4万発出したって、あ、すごいですね、おめでとうございます。あ、店長は、あ、ゴッドが終わって、ゴッドステージは終わった感じですかね。そうですね、はい、今スロットの開示3のアップでエンディング引いたってね、こうで引いてください。悲しみ背負いましたってことでしょうね。
あ、ZP さん朝鮮軸行こうって方いらっしゃいますよね。いやあんま置いてる店見ないですけどね。なかなかないですからね、朝鮮軸ね。JP 先生、勇敢クラブもいいけど七海も打ってあげてって方いらっしゃる。七海ね、あれも先生少女ですか。七海だから勇敢クラブと同じぐらいかな、台数的に。どうなんやろ、勇敢クラブも置いてるとこ見ないですよね。勇敢クラブめっちゃ面白いですよ。面白いっすよ、あれ。エース電源のめちゃくちゃ面白いです。いやでも僕もエース電源の台好きなんですよね、はい、あのいたずらなキスとか。いたずらなキス、あ、いたキス懐かしい。僕あれですからね、あの4円パチンコなんか5人ぐらいしか座ってない店でずっと売ってましたからね、昔。はい、あのそれを延々売ってたの。そうですね、1円パチンコもお客さんいっぱいなんですけど、はい、4円パチンコ5人ぐらい中、はい、いない中で僕売ってましたからね。それをうちに、はい、そうですね、ミドルを売ってましたね、ずっと。なるほど。前あの市場なんて一緒に行った時に JP さんがかなり興奮してまして、はい、うわここあれミドル置いてるやん言って、あの、はい、勇敢クラブのミドル大好きやったんですよ、あの ST100 のやつなんですけどね。そうそう、でそこに鉄矢2もあるしパッドレイバーもあるから、もう JP さんもテンション上がってもうて大変でしたよ。打ちたいわーってずっと言ってましたからね。そう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 、まあまあなかなかエース電源の台もコアな台多いですからね。そうですね、銀英伝とかあの辺もそうですよね、確かね。ああ、そうですね、はい、まあまあ昔平和も出してましたよね、銀英伝。はい、あの実機は僕持ってますけどもね。あ、さすがっす、はい、JP の兄貴さすがっす。あれは大好きやったんで僕持ってますけどね、はい、おいハーデスどうしたって言われてますよ、大君さん。天井狙いです。はい、現在ゲーム数は1150。あ、もうちょっと、もうちょっと。頑張ってる。厳しい。超頑張ってる。うん、超厳しい。あ、ハードちゃん、神戸地区で集結スペシャルしないんですかって言われてます。やりましょうか、また。あ、また企画しますか。そうですね。ちょっと店長もいっぱい変わっちゃったんでね。はい、あ、またね、新しく紹介するという意味でもね、はい、またやれればと思いますんで。はい、まあまあ、ワクワクさんがいつも来てくれますからね。そうですね。ワクワク店長、いつものあの帽子をかぶってね。逆に次、店長が向こう行ったらいいんじゃないですか。あ、行くタワーですか。はい、まあ、それもいいですけどね。はい、ありかもしれませんね。ああ、今日ゼロで11連してきたと、やっとまともにゼロ連チャンしたよとか、すごいですね、11年。ということは、75% 継続やのにね。だから全て2400ですからね。いやー、素晴らしい手玉ですね、これはね。すごいですね。うん、心地いいわって方いらっしゃる。心地マスターズもなかなか置いてるとこ少ないですからね。そうですね、心地マスターズいいっすよね。あれはなかなかのちょっと 4号機とか打たれてる方に結構ツボにはまったりはしますけどね。あの右の心地ランプがまたいい味出してますけどね、これね。姫路城の近くでパトレイバーの機体が展示してあったよって。ああ、あれですね、全国映画で回ってたやつですかね、あれ。そうですね、なんか大阪のあの港とかどっかに来てたらしいんですけど、天保山かな、あの辺にも来てたらしいですけどもね。ところがあと7分だから天井無理だぞってこと言ってますが、あの今日はとことん行きます、とことん行きます。あの、はい、大君さんは天井に行くか、初当たりじゃ2回目の当たりが来るまで、あの打っていただきます。帰れませんですね、はいはい、帰れませんですね、まあ、あと300ゲームぐらいですね、まあ、皆さんの期待通り1470ぐらいで当てます。1510ぐらいで当てますぐらいですね、はい、といった形になりますんでね。さあ残りあと5分ぐらい、しかしいやー、前々も V 引いたしね、ハード店長もゴッド引きましたし、赤玉も引いたんで ね、あとは大君さん。そうそう、大君さん頑張ってください。あとは大君さんですよ。いやいや、もう罰ゲームはしますよ多分。見せ場が、見せ場が、やっぱ時間内に見せれなかったっていう、はい、あ、ハード選手は赤七やろうって言われてますんでね。赤七であのメデューサを入れたんですよ ね、 そうですね、あのいわゆる停止するやつでしたっけ、はい、減算しないってやつ、減算しないやつですね、はい。ああ、ハード店長は分からないですね。さあさあさあ、残りがあと5分ぐらいですよ。いいところはまあね、結構今日はゴッドの配信ね、以前のやった時よりかはだいぶと見せれてるかなというふうに思うんですけど、ね、そうですね、なんか前回はひどかったですからね。いやー、あれも結構きつい展開でしたからね。そうですね、あの日も、うん、天井ストップ発動するやろって言われてますからね。なんとかそこは突破したいですね。引っかからないところ、持ってるか持ってないかが試される、はい、いやでも僕ハーデスの天井から万枚出したことありますから、ね、すごい。そうなんですか、はい、そのハーデス一撃でですか。ハーデスでそこからあれです、もう一回全回転でハーデス引いたりしますね。すごい、このハーデス天井あるあるなんですけど、はい、ちょっと後半に向けて、はい、あの、キナナが3連しちゃうとか。ドキドキするね、ブルドキドキ。さあ、チャンス、普通のチャンス目でしたね。チャンスですね。いや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 、今日はでもまあ引き年は良かったと思います、はい、そうですね、はい、
マイマイもどうですか、今日は楽しかったですか。とりあえず1000枚超えたんで。そうだね、今日は弾けるものを弾いてますもんね。そうですね、ゴッド、アカナナ、V、V ぞろい。いやでも珍しいですからね、マイマイの姉子がスロット落ちたいっていうのは。そうですね、最近全然スロット打てないんでね。はい、なんかいきなり放送の直前になってね、私打ってもいいとか言い出したんで。いやあんまね、ゴッド自体あんまり打ったことないんですよ私。あー、打ったことないんですか。あんまり打ったことないんですよ。だからどんな感じかなと思って。前もね、放送した時はえらく、ハーレスの時かな、ハーレスの時はね、はい、打ってましたけど、あの時マイマイのね、なんか当たり初当たり引いてた気がしますね。そうですね、僕打って初当たりも何も引けんと終わった記憶はありますけどね。大君空気ですかって言われてますけど、いやもうちょっとねへこんでるんですよね。ちょっと疲れてるね。今日はね見せようと思ってたんで、これはもうマジで見せようと思ってたんですよね。そうですね、だからゴッドでも引いて、はい、ハーデスハーデスハーデスとかやりたいなって。残念。もうとりあえず現状はもうね今1200を超えまして、はい、いやーハーデスからの逆回転で1000ゲームぐらい乗せてほしいですね。そうですね、もう見せ場見せ場っぽいところはね、普通にスルーして終わるっていう。あーなんか顔文字たくさん来ましたね。何ですかね、顔文字っていうか。大丈夫ですか、あんま荒さんといてくださいね、これね。誰ですか。はい、誰もわからないです、誰かわからないですけどね。ダディバント持ってきましたかってことですけど、今日はバット持ってきてないですね。今日ね、事務員のね、柏原さんがね、そう、罰ゲーム用意してくださったんで ね、いやなんか柏原さん言ってましたよ、店長あれは違いますよ。え、何でしたっけ。いや先週ね、はい、柏原さん投稿したと思うんですけど、はいはい、僕が言ったフレーズが違うかったみたいで。え、あ、そうなんですか。えらい怒ってるんです。あ、それであれじゃないですか、はい、今日持ってきたんじゃないですか。そうなんですよ、うん、僕はなんか生理用品の話もしてたんですけど、はい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 、生理用品じゃなかったらしいんですよ。違うやん。その後になんかその副主任がなんか奥さんの産婦人科についていくみたいな話をしてて、で僕が産婦人科でって言った時に、店長卑猥っていう言われたのを、なんか生理用品じゃないですってずっと言ってるんですよ。柏原さん可愛い、はい、そうなんですよ。その前に確か生理用品買ってきて買ってきてくるみたいな話もしてたんで、はいはい、おっちゃんになってたんですよ。なるほどね。すねちゃんね、コメントしてますよね。触れない方がいいやつじゃないですかね、コメントしてますよね。文字化けかなって言われてますけどね、文字化けじゃないっぽいですけどね。いやー、というわけでぼちぼちと2時来ちゃいましたか。来ちゃいました、お時間が。いやー厳しかったっすね。いやー、お疲れ様でした。もうちょっと早く打っとけばよかった、前半戦に。というわけで、ハーオ店長がこれでじゃあ5を揃えたといったところで終了という形にしましょうか。そうですね、じゃあ大君だけ頑張ってもらうという結果で。じゃあよろしくお願いします。僕からの告知はもう何もありません。小話もね、今日は抜きということで。いや、早く行ければやりたいですね。行くということでね、はい、あともうちょっとですね、じいじのぶっこみですけどね。なるほど。じゃあこっちの方ね、はい、はい、じゃあ向こう行っていただいて。あ、すいません。じゃあお疲れ様でございました。じゃあ引き続き大君さん頑張ってくださいね。はい、このぐらいかな。あとでちょっと画面見せながらやりますね。はい、よいしょ。さあどうかな。はい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 、はい、よいしょ。前も連チャンしっぱなし終わったかな。一応今1235枚で あとまあ何ゲームか残ってますけど。なるほどなるほど、はい、もう我がエンデック軍の勝利ですね。放置プレイグだもんね。放置プレイ大君とか言われてますけどね。いや、まさかこんなことになるとは思わなかったですよね、はい、今日は隣でもガンガン出されてるし。そうですね、やっちゃったな、ね、今日は、はい、ね、大君さん、大君頑張って言われて、天井どうですか。天井行くまではやろうと言ってますんでね。そうですね、はい、天井行きたいですね。これ行かんかったらほんまに。むしろ天井に行きたい感じ、はい、行きたいです、ここまで来たら、はい、じゃあちょっと右下にね様子は映しておきますんでね、はい、はい、ハードちゃん今のアップはムッシュ監督かと思ったって言われてますけどね。うそ、まだそっちか。はい、というわけでお疲れ様でございました。お疲れ様でした。ハードちゃん、アミバマナだよ、感想言ってねって言われてますけど、ね、アミバマナだよ、はい、久々にね、最近はやっぱね、エリオンのチラシにね、ちょっと私人気が負けてるの。エリオンのチラシ。リアル、はい、リアル、リアルの方ですね。
なるほどなるほど、はい、はい、というわけで、神々の凱旋打たれましたけどもどうでしたか。そうですね、いやプライベートやったらよかったなと思って、ね、最高のスタートですよね、はい、プライベートで。いやー、そうですね。ちなみに今日初打ちですか。僕はいや2回打ってますね。2回打ってる、はい、1回目は勝ちました。あ、1回目は SGG4 回引いて、なるほど、勝ったんですけど2回目は今日はあっさり負けました、ね、うん、はい、なるほど、残念ながら、はい、いやいやいや、しかし今日の引きは素晴らしかったそうですね、はい、今日はもう最悪や。あ、ケルゾン、さあ何色ですか。青、青、いや青で大丈夫、大丈夫、大丈夫。今ちょっとだいぶドキドキしてると思いますけどね、はい、大丈夫博士です、ね、大丈夫ですね、これは。大丈夫ですか。どうします、この間告知しますか。じゃあ告知する形にしましょうか。じゃあ告知マスターズ行きましょうか。はい、はい、分かりましたっけ。はい、あ、まあ、特に何もないと思うんですけど、はい、明日も絶対に来てください。はい、明日も絶対来てください、はい、ね、それで明後日からはあれですね、パチスロ修羅の時が営業開始なりますので、はい、まあ、もちろん最新台だけじゃなくて、はい、はい、うちの30台ありますね、バジリスク絆であったりとか、はい、80台あるジャグラーシリーズなどもお忘れなく、はい、はい、ということをお伝えしたかったという、ね、ということでして、はい、はい、ぜひぜひ神戸中央スロット館いらしてください、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、とりあえず一旦締めますか。一旦締めて競馬予想の方に行く形で。そうですね、放置プレイで、はい、放置プレイで、はい、全然、はい、はい、その間で当てないようによろしくお願いします。そうですね、そうですね、じゃあ向こうはストッパー来てる来てるって言われてますよ、これね、はい、来てます、はい、大君当ててねって言われてますんで、当たるまではね、今日でやりますんで、はい、はい、ぜひ皆さん今後もこの後もね、見ていただければと思います。じゃあね、じゃあとりあえず一旦ね、ここで締めさせていただきます、はい、本日はね、ミリオンゴと神々の凱旋 VS アナザーゴとハーデスという形でやらせていただきました。また再来週ね、神戸中央支店から お送りする形になるかと思いますんで、はい、ぜひどうぞよろしくお願いをいたします。はい、お願いします。それではまたよろしくお願いします。さよなら。よいしょ。はい、というわけで、競馬の小話の時間という形にさせていただいているんですが、はい、本日はね、小話抜きという形になりまして、まず当てなければ、そういう形で次の段階に進めないですからね。そうですね、まず進めないということですね。打ちながらでも小話はできますからね。まあまあまあ、そうですね、はい、ハードルを上げていくスタイルですね、これはね、はい、当たらない競馬予想ってね、コメント言ってますけど。いや、なんとね、でも私たち高いは当たりましたからね。まあまあ、そうだ、小話聞きたいよって方いらっしゃいますよ。はい、まあ、こんなね、もう当たってないのを見てもあれだいぶ自虐的になってまいりましたね、これね。やさぐれちゃいました、はい、うん、これ天井行かなかったら1からまたやり直して、それは無理ですね、はい、時間上無理になりますんで、今から1から千なもえ回せいう話だったらちょっと無理ですからね、はい、その間にね、ハード店長予想しているということです、はい、はい、明日は、今日か、サツキショーですね。サツキショーでございます。はい、よいしょ。というわけで、せーの、トン、刺激だけ当たらない TV、 そう、イエーイ、イエーイ、1ビってるわ。じゃあ、まいまいさん、はいはい、前の結果、そうですね、見せてあげてください。皆さんのね、採点をね。じゃあ、どうするの、こっち、はい、そちらの方で、じゃあ、刺激の背中に貼っときます。くっそ見えへん見えへん、小さいから、大きくした、目の前にもうアップでいいよ。
はい、というわけで G1 前々予想ということで、なんとなんとこれ皆さん分かりますか、ちょっと下にして、はい、ね、コンテサ2で、レッツゴードンキークルミナルクイーンズリング1着から4着までパーフェクト的中と、そう、なんと3連単23万3390円、そうすごいですね。そう、シミュレーションの負債全部快適だよ。いや、はい、素晴らしい当たり方をしましてね、だいぶ事務所でいちびられました。僕はそうなんですね、でも勝ってないんですけどね。そうそうそう、当たったった当たったった言うてめちゃめちゃ言うてますからね。シミュレーションではもう、はい、負債はなくなりましたんでね、はい、というわけで他の方の予想せーのドン。はい、じゃあ、JP さんでいい？はい、どうぞ、はい、クイーンズリング軸にしましたからね、見事に外れましたねこれはね。はい、そして、ハード店長がちょっと待ってね、はい、これか、はい、レッツゴドンキの1着はね見事だったんですけど、その他の紐がちょっと来なかったということで。そうですね、いやでも僕池添は変えましたけどね、あクルメールはちょっと無理でした ね、 あ1番のねコンテサツで、はい、言えてないですけどね、はい、その辺が前々月あらへんとか言われてますけどね。しげらないでしょうね、これ名前だけで。あー、またまたこんな入りましたっけドキドキする、はい、こんな入りました。しげらない予想のね、これはもう勘だけ TV です、ね、そうですね、16着、9着、11着って感じですよねすごいな、めちゃくちゃっすね名前がかっこいいとかそんなんやから名前で選びました。そうそう、名前でね。さあ当たるかって言われてますけども、どうかな。あ、大丈夫です、危ない。あ、抜けた大丈夫、うわ、まだまだいける、まだ参る、回避したな。そうですね、レジェンドスルーしましたね。レジェンドスルー。さあ、というわけでじゃあ当たらない TV やりますか、店長。刺激だけ当たらない TV、 いはい、くそ、ね、いちびってるわ、あの2人あの2人いちびってるわ、はい、上上げて上上げて、はい、はい、はい、というわけでね、まあ、こんな感じでどうですか、はい、よいしょ、これをちょっと上上げて、あ、一番上上げなあかんのか、よいしょ、いける？ちょっと待ってね、よいしょ、じゃあこれを小さくする形でね、よいしょ、はい、はい、というわけで、はい、お疲れ様でございました、はい、というわけでいつものね、当たっちゃうかもしれない TV から一人だけ当たらない TV に変わりましたんで、まあ、まあ順番的に今回僕でしょ順番まあまあ順番的にねぼちぼちと、うん、まあ僕が当たるっていう感じかなって思いますんでねなんか、うん、誰かに似てますね、この喋り方がね、うんうんうん、ね、ちょっと JP さんよくモノマネするっていう噂ですけどそうですね、はい、あの方ですね、はい、ムック店長でございますけども、はい、びっくりした、もう煽りまくってますね、さっきからね、ドキ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 する。いや大丈夫です、ね、今何回転ですか。今1382なんで、あ、ドキドキする。もうそろそろですね、ドキドキアイランド、はいじゃあね、さあ岩田だけ勝ってたら無理やろって言われてますけどね、はい、というわけでぼちぼち、先週は女の勘ですから、はい、今週はボバです、はい、皐月賞 G1 でございますけど、はい、じゃあ刺激店長、はい、一番最初に行きましょう。はい、僕は4頭で行ってますね。4頭、はい、お、はい、2番のドゥラメンテ、ドゥラメンテ、ミルコデムロ、はい、5番のリアルスティール、はい、はい、7番の北サンブラック、北サンブラック、15番のダノンプラチナ、ダノンプラチナ、はい、その中でも5番を頭にしまして、リアルスティールは頭、はい、一番人気ですね、はい、あとはもう最悪や、ここキナナ3連しました。やばいやばいやばい、まずい、まだ3連やったら全然大丈夫ですんでね。一応抽選でしたっけ、うん、はい、危ない、はい、大丈夫ですね、危ない、今4連来るかな思った。いや3連やったら全然 10% ぐらいの確率なんで、ね、そうですね、全然大丈夫です、はい、はい、でもうあれですね、2着3着はもう2715で3連単各500円で、お、6点買い、6点買いでいこうと思います。本命としてはリアルスティールであると、そうですね、いう形ですかね。あれ、今回はもしかして安成がいないんだ。コメント来ましたよ、あれ、いないよ、ダノンリバティ外したのっていう。そうなんですよ、いや、これはね暗黙の了解と言いますべきか、はい、やっぱね、我らの鉄の掟がありますんで、G1 2週連続取るっていうのは多分ないと思います。ああ、はい、なるほど、今ちょっとウエスカー入りましたけどね、はい、はい、そうですね、我ら鉄の掟がありますんで、うん、ハードちゃんと被った死のうとか言って、被ってるんすか、うん、いやでも結構固めの装いになりましたね。そうですね、被りまくりスティーのがいいじゃないですか、はい、あ、ベルフ来るよ笑いって書いてますけどもね、はい、ベルフ、さあ言ってる方いらっしゃいますでしょうか。さあという方、次にマイマイの予想いきましょうか、はい、あ、じゃあさっきシゲル店長に聞いてるんで、はい、そちらの方行ってください。聞いてるんですね、カンダケ TV ね、カンダケ TV ドーン、はい、2番ドゥラメンテ、10番ベルーフ、
13番のコメートらしいですよ、3連服 1.3 千円、はい、あの名前で決めたと出ましたな何と何と何ですか、2番のドゥラメンテ、10番のベルーフ、はい、13番のコメート、まあ13がすごいよね、あれですね、でもね JP さんがなんかね、はい、印つけてるけどこれは罰やからダメな方ですか、僕はもうその時点で切ってますね、あこれは切るっていう完全に切ってるやつですね、乗っけから切る形にさせてもらって、これ来たらすごいけどね、うんはい、うん、これが岩田来るフラグやな、はいね、はいはい、じゃあうち今日こんな感じです、はい、前番予想来ました、前回当たりましたんでね参考になさってください、はい、2番ドゥラメンテ、はい、7番の北サンブラック、はい、14番のクライティスカイと、ダノンプラチナですね、エビナマスターよし、ちょっと被ってますね、ちょっと待ってください、マイマイさん、はいはい、クリストルメールペケしてますね、佐藤クラウン消しました、はい、はい、ルメールはちょっと今回切りました、おなぜそれは、いやなんかね外人やっぱ2頭来ないなってちょっと思っちゃったから、あ2人ね、あ 2人来ない、2人まとめては来ないよと、まあまあどっちかですからね、だいたいだからもうデムーロにしました今回は、はい、なるほど、あえて内から救ってくるパターンという形ですね、まあ、横山さんとね海老名さんもやっぱり有名なねいい騎手ですから、 そろそろ来るんじゃないかなっていう、はい、ただちょっと気になったのは外枠なのかどうなのかなっていうところはあるんですけどもね、まあ展開次第やと思うんですけどね、うんうん、おやすまいまいって言われてますね、みんなスタートのクラウン買わへんのかって言われてますけどね、買いませんでした、はい、今回はという形で、はい、というわけでしぎり店長の前々のやつ来まして、次、はい、じゃあうちのあの人あの二人の分析がさらっと出しといていいじゃん、はい、じゃあ行きましょう、これ私ちょっと見たんやけど、ジェミーさん、かぶってるよね、んあの、まあさっきちょっとこっちやるけど、うん梅影さんの予想ですね、里のクラウンリアルスティール北サンブラック、スピリッツミノルという形ですね、はい、馬連58馬単878373という予想になりましたね、はい、はい、じゃあこっち行くという、ね、誰が入ってきてるんですか勝手にそう参戦してるじゃないですか、参戦してますけどね、なんとソラリンゴさんまで予想してますけどね、リンゴ姉さんまで、リンゴ姉さんね、はい、競馬全然知らないです、知らない、はい、ちなみに印つけるのが、対抗の丸印が、はい、2つきました、はい、だから二重丸丸丸黒三角三角になってますからね、ドラメンテリアルスティールスタトノクラウン北サンブラックスピリッツミノルと、はい、いう形でございますね、単勝なんと勝ってるのがしかも印ついてない単勝まで勝ってますからね、2番3番6番9番15番の単勝を200円ずつ、生まれが272558ですね、はい、2728を500円ずつと25が300円、はい、3連符が235258578という買いすぎやろ、結構細かく買ってますね、細かすぎる、しかも結構あの買い方に脈絡がなかったりしますけどもね、はい、100円200円500円という形になっております、あでもリンゴ当たりそうって方いらっしゃいますけどね、ただね、これねちょっと見たんですけど、はい、なんかねこれ JP 先生ね、はい、というわけで私の本命こちらでございます、中山純正皐月賞 JP 予想、はい、高松の宮記念的中の JP 予想という形で書かれていただきます、ね、毎日一びってる、はい、るわ、一番一びってるやん、はい、というわけ で、ね、過去の栄光ですよ、はい、というわけで8番の悟からも本命しました、やっぱりまあ今ちょっとね中山が 2回戦連続の最終種ということもありまして、ただ若干逃げ残りも今日のレース見てるとあったんですよね、だからその辺もちょっと気にしました、サトノクラウンで2番手にドゥラメンテ、危ねえ危ねえヒヤヒヤもヒヤヒヤもんですね、ちょっとね打つペースがゆっくりになってきてますからね、ビビってうわあかんわ、あもうだんだん恐ろ恐ろになってきてますけどね、いやいやリプレイ外れてきましたんで、はい、もうああ高額ですね、というわけで、はい、で2番のドラメンテが2番手と、でリアルスティールは前にも行けるとは言ってるんですけど、まあ差し損ねもあるやろなというのも十分に、まあ、前走がそうでしたからねスプリングステークス、はい、で北サンブラックを4番手、ブライトエンブへのスピリッツミノルという形に、させていただきました、改名は3連単のフォーメーションです、258258からの123578で、24点これ各100円ずつ、258のボックスを改めて3連単で買ってここを厚めですね、およそ30倍前後かと思われます、はい、これ見たらリンゴちゃんとちょっと被ってないですか、まあ、買い方違うけど、あそういや別にそれは他人と被ろうが、ね、それは全然構わないですよ、いやリンゴちゃんなんか怪しいな、怪しいなんか怪しいな、あら自分らもしかして付き合ってるんちゃう、間違いなくないと思うあ、大君何回って、あーまたここで来たぞ、やばいぞ、大丈夫です、怖いぞ、来ました、安心してください、大丈夫です、いやちょっと JP さんの予想が長すぎて寝ちゃい、ね、眠りそうになってますけどもね、はい、はい、という情報ですよね、各人ね予想はねご自身の手で、購入はね、ご自身の責任においてなさってください、ね、よろしくお願いします、はい、黄色昇格した、まずいまずいまずい、大君さん、まあ、やばいよ、まあ、まだ黄色ですからね、80ですけどね、
あ、大丈夫ですね。大丈夫でした、うん、ストッパーブス島登場かって言われてますけどね。なるほど、これが出なければ大丈夫です、まあまあね、さあ次どうだ、怖い怖い、ラスト、あ、まあ、何もない、まあレッドストッパーと呼ばれてますからね。あー、ここで見事というかなんというか、いやー、はい、いや、こんなに外れること普通願わないんですけどね。いや、本当ですね。まあまあでも、いや、みんな思いますよ。あ、でもここまで、ここまで来たら外れの、ここまで追ってきたらね、まあ、外れてくれっていう話になりますからね、はい、そうですね。いやいやいや、恐ろしい。この辺がハーデスの天井の近くの怖さですけどね。いや、本当ですね、はい、うん、セフセフって言われてね、おーとね、コイコイって言われてましたけどね。いや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 、今日はね、ぜひともちょっと見せたかったということですんで、そうですね、最後のハーデスぐらいはちょっと見せていただきましょうか。はい、はい、でもええ加減当てて眠いって言われてます。そうですね、すいません、はい、もう間もなく、間もなくですか、もう間もなく、まあまあまあ、ちゃんギリギリいけそうですね、はい、今1490、そうですね、95ですんでね、はい、間もなくかと思いますけども、いや店長ぼちぼちもうこれ当てましょう。そうですね、競馬予想に関してはね、いや当ててね、今話題の相席居酒屋に行きたいなと思って本当にガチで行ってどうするんですか、相席居酒屋。いやいやいや、どんなんなんですか。いや普通に出会いを求めに行くんですよ。あそこに相席居酒屋ってランダムなんですか。なんか僕も行ったことないから分かんないんですけど、はい、多分何人かで行ったら、うん、ちゃんとセッティングしてくれるんですよ。へえ。で女性の方は多分飲み放題がタダとかなんですよ。あ、そうなんですね、はい、だから女性のお客さんの方が下手したら多 多いかなっていうところなんですね。食べ物代は多分なんかその、まあ、男性の方が多分ちょっと多めに払ってみたいな。はい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 、まあ、いつもよくある飲み会のパターンですよね。そうですね、これに関してはね。で話が弾まなかったりしたら、ああいうなんか罰ゲームのなんかそういうグッズじゃないですけど、ロシアンたこ焼きとか、ああそういうの盛り上がるようなちょっと盛り上がるような持ってきてくれたりとか。そんなんあるんですね。 あるんですねこれね。なんか三宮にもあるらしいんですよ。いやちょっとチェックしてるね。今コメント来てますよ、三宮にあるねっていうコメント来てます、はい、そうなんですよ。最近なんかナンバーとかにもできてるって、なんか人気なんで、うん、なんかナンバーとかにもできてるらしいですよ。へえ、そうなんですね、はい、ナンバーは初めて聞いたの。2人で行ってくる、はい、行っちゃいます。行きますか、相席屋っていう名前ならしいんですけど、ね、相席屋、調べとこう、はい、調べてください。でも JP さんね、スナックじゃないと思えへんから、まあ、なるほどっすね。雰囲気がね、やっぱり昭和を感じないとちょっと昭和感じな、はい、ああ自分の資金じゃなくてよかったので、三宮に、ああ、また来たぞ、黄色が来たぞ。いや、おかしいですよね、今、やー来て下段来たらおかしいでしょ、絶対に。また来たぞ、はい、いやまあ、大根はやってくれますよ。あーってコメント来てますけどね、これはあかん、ね、あー、どうだ、いやヒヤヒヤしますな、ラスト。いや大丈夫です、大丈夫です。ない、はい、大丈夫です。あー、を超えた、はい、いやー、すごいね。もう天井です。もう間もなく天井ですね、はい、はい、刺激福知山の時の京都連合の話してっていうコメント。京都連合、うん、京都連合って別に何もないでしょ。これたこ焼き店長じゃないの。ああそうですね、刺激左派やったっけっていうコメント、はい、れ、あ、これ絶対そうや、たこ焼き店長や、たこ焼き店長ですね。だってポパイ丼って書いてあるもん、はい、しかもあの人、あの人ですよ、京都連合って。自分で、はい、あの人舞鶴店にいましたから、もう自分でぶっ込んでいくのか。そうですよ、あの人が舞鶴からいつも南下して市が行ってるって言っていう話ですかね。自分で自爆するスタイルですか、はい、これ。うん、大君当てたら相席居酒屋行ってもらってってコメント来てますからね。もう間もなくです、今1534ゲーム、1500、そうですね、35ですね、はい、ヘルゾン降格って言われてますよ。よう行きましたね、さっきね、ヘルゾンね。いや危ないですよ、もう赤行ったらどうしようかなと思って。赤でだいたい 70% 超えぐらいでしたっけね、期待度としてはね、いやいやいや、ね、今は奈良号、奈良連合でしょうって言われてますけどね、タコタコはって言われてますけど、ね、奈良連合はこの前ね、あの、はい、ザキミヤ店長と、あ、ザキミヤさんが来たわけですね、はい、来てやってましたからね、はい、うん、設定一番上が天井まっしぐらってことですね。あ、大君天井行ってくださいよ。ここで開けたら、ね、ギッタンギッタンのグッタングッチャンにしてやるからな。さあ、行きましょうか。今の非常に良くなかったんですけど、今の何のネタですか。今のはね、はい、ちょっとジャイアンのモノマネしようと思って失敗しました。どう突っ込んでいいか分からないか。伸びた。
ちょっと失敗しましたね。あ、すいません、みんな寝ちゃいましたね。うん、てん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 ってね。この後凱旋です。凱旋も終わりましたね。あ、うんって言われましたね。うん、今はハードちゃんと、ハードちゃんは誰と追いたしてるんですかっていうことですよ。誰と追いたしてる、意味が分かんないです。ね、赤ヘルゾーン行ったとかどうしようとかとか笑えるって言われましたね、はい、黄色はよく来てましたからね、さっきからね。そうですね。いや、間もなく、間もなく、ハーデス様がいらっしゃると多分ね、はい。天井的には 1500ぐらいですかね、かね、全長プラスアルファですよね、はいはい。うん、ハードちゃん監督帽を作ってって言われて、監督帽あれ生田川でどうなったんでしょうね。行方不明です、ね、なんか役職的には捨てづらいみたいなこと言ってたの覚えてるんですけど。怖い怖い、はい。あ、1560行きましたよ。もう来るでしょ、もう来るでしょ、はい、もう来るでしょ、はい、もうこれで当たったらもう多分ハーデスですよ、うん。みんな見守ってます、ね、見守ってますからね、今大工さん ね今温かい目で見守ってますんで、うん、あ、1570プラス30ってね、コミュニティね、ありがとうございます。さあ、どうか、もうままです。今1566まで来ましたんでね、はい。ハーデスで100だけで駆け抜ける放送はここですか、そうなったらその時点でね、あの大工さんはそうですね、罰ゲームと、そうですね、いう形になりますね。あ、もうこれ全長完全に来てますね。いや、淡々と、まさかハーデスで放送中に天井行く配信になるとは。そうですね、夢とも、はい、当たってるのに天井行くっていう、まだすごい途中で一品当たってますからね。そうですね、途中でね、あの何もなしやったらひょっとしたらドストレート天井があったかもしれないですけど、はい、うん、超ハーデスが見たいって、ね、罰ゲーム何するのって、今日はね、事務員の柏原さんがね、用意してくださったものがありますんで、はい。次ですね、マサルちゃんに聞いたことある話知ってよってね、コメントしますよ、マサルちゃん。あ、来ましたね、やっと。もろんね、あの方、まあ、サクッと1000ゲームぐらい乗して、うん、このハーデスは誰が打ってたんですか、はい、大君中村さんがずっと打ってましたね。そうですね、はい、山場と聞いて、掴むのはええ、なんすか、あれ、ケルベロスなってる、ええ、これもしかして天井じゃない、天井じゃない、アウトー、アウトやん、マジで、どこ、天井じゃない、え、だってワンワンだよ。いや、びっくりしました、今何の、マジかよ。いや、もういいですね。え、何ゲームですか。1570ショットです。あ、ハードちゃんが、ここで見せる、ハードちゃん、ここで見せる、ハードちゃん、これ一番寒いやつじゃないですか。ここで見せるハードちゃん、どうだ。いや、これ60ゲームで終わるパターンですね。あ、ペナンタちゃうかとか、ペナッタとか、まさかの。いやいや、完全にハーゼダンダンダンダーって出てくるから。でもみんな待ってましたよね。あの、びっくりしましたね、今。あれ、お前ら解散、ね、やっちゃいましたね、大君。あ、完全に1600なのか。あ、1600までは行ってなかったような気がする。行、ね、うん、ってないですね。あ、天井は32を選ぶから1550ぐらいで引いてるっていう。多分ね、1570ぐらいたんちゃうかな。あー、残念といった形でございます。やっちゃいました。じゃあ、まいまい先生、僕はそんなもんですね。あ、柏原さんの、はい、やつ準備していただいてよろしいですか。はい、すいません、あの、なんかすっごい時間使ったんですけど。いや、はい、余計罪悪感が。ケルベロス、しかもまた60っていう。そうですね、はい、残念、どっかで当たっちゃってたという謎当たりなんですね、これね。いやね、これ柏原さん、可愛らしく作っていただいて、いただきました、はい、ありがとうございます。じゃあね、これは、はい、ちょっと今日は、これは後から、そうなんですか、これ皆さんで美味しくいただきました。そうなんですよ、あのね、ソーセージだったっけ、ソーセージと、そうそうそう、ウインナーを、はい、野菜をね、こう、そうですね、ピーマンと、そうが辛いんですか、これ。いや、ちょっと見てください、ね、見てください、あの、見せください、あ、ちょっと、はい、こんな感じですね、はい、こういう感じ、ね、柏原さんの可愛らしい、はい、柏原さんがお手製で、バスゲームグッズ、あ、バッテリー来た、バッテリー来たかな、これ。あ、こっち取ってもった、大丈夫ですか、ここから取ったら。え、これ罰ゲームですか、これ。いや、罰ゲームじゃないっすね、柏原さんの愛ですよ、お手製の、はい、柏原さんの愛に応えることがめちゃめちゃ大事ですよ、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、ちょっと待ってください、これあれですね、ピーマンと見せかけて唐辛子とか、ね、いや、違います、ね、どうでしょうね、その辺はね、はい、いや、もうきっちりね、ビシッと言っていただければと、はい、ビシッと、あ、ちょっと待ってくださいね、今日の結果を、はい、今しばらくお待ちください、
バッテリーがちょっと落ちましたんで、はい、いける？ちょっとね、あれですよ、マンガン電池じゃなくてアルカリ電池にしてもらわないと。懐かしいですね、はい、JP さん、はい、どっか落ちた、あ、いける、大丈夫、大丈夫、はい、はい、うん、OK、はい、帰ってきたね、はい、帰ってきました、というわけで、はい、大君さん、この愛情こもった梶原さんのピーマンとウインナーセットですか？ですね、めっちゃいいじゃないですか、はい、みたいですね、じゃあ食べてていただきましょうか、はい、じゃあいただきます、はい、美味しいですか？うわ、めっちゃ辛い辛いんや、辛いんや辛いんやめっちゃ辛い言うてるじゃないですか。あ、ちなみにね、ネタ話するとね、あ、後ろ後ろ、はい、はい、こちらでございます。柏原さんがですね、わざわざ取ってきたのかな、はい、わかんないですけど、ピーマンとね、ピーマンと、青唐辛子、青唐辛子をはい、ミックスしましてですね、ミックスしていただきまして、はい、ウインナーで、はい、緩和されてるんで、ああ、まだ大丈夫なブツでしたか？いや、大丈夫じゃないですね全然大丈夫じゃないね。いやー、これ後からすっごいきますんで、あ、でもなんかどっちかピーマンって言ってましたよね。なんか言ってましたね、はい、なんかどっちかは唐辛子でどっちかピーマンなんで、はい、なんかまあまあまさかの青唐辛子を引いたみたいな、ね、そういうとこですよね、はい、これ いい引きでしたね。え、複数個あったんですかこれ？いや、わかんない。ちょっと今日の結果なんでね、もう一個ぐらいね。お、行く、じゃあ、はい、僕も行きますか？そうですね、じゃあせっかくなんで JP さんに食べてほしいみたいなことをちょっと柏原さん言ってましたんでね、はい、まあちょっとね、はい、カメラもね、ちょっとそうですね、まあただ柏原さん、JP さんのことジャムおじさんって言ってますけどあ、普通やな、これ最初は大丈夫なんですよね。あ、これピーマン引いたんじゃない？あ、これ美味しい、ピーマンや。あ、ピーマンっすか。あ、じゃあ2人で、僕2回目もピーマンじゃないですかでもアウトじゃないですか、引き強あー、ハーデスの引きじゃなくてそっちの引きはもう最強でしたね。そうっすね。いや、うまい。うわ、あかんわ、これあかんやつや、しかもあかんやつこれあかんやつや、出ましたね。これあかんやつができましたね。これ後で紅茶姫ね、はい、ミルクティー飲んでくださいってことで、もうこれあとじゃあピーマンだけなんで、そうっすね、じゃあ終わりましょうかなんか大東店の店長みたいな人いますけどもね、はい、そうですね、ムックさん、はい、そうですね、大君引き強いな、ボーって言われてますけどね引き強いじゃないか、かっこ、2個目の方がめっちゃ辛いです、やばいです。僕結構きました、僕今ダイエット、ね、無理しないでくださいね、無理しないでくださいね、それはね、はいはい、僕今ダイエット中なんで、ハーデスは引きない、ドラゲないって言われてますけどね、はいはい、というわけでお疲れ様でございました。お疲れ様でした、ね、また再来週会うという形になりますんで、何か、はい、すいません、なんか、なんかすいませんまたね、リベンジなんかできたらいいですね。そうですね、なんかしたいところですけどもね、また大工さん、次出た時にはちゃんと引きを見せていただければと思いますので。いや、そうですね、ちょっと今日ね、あんな結果で、しかも小話もやろう思ってたのにもうできなかったんでできなかったというところですね、はい、今日は、はいはい、というわけで、まあ、おそおそ時間も迫ってまいりましたんで、本日再来週はどうします？何しましょうか？なんかそれもありますか？もう修羅の時ですかね。あ、修羅の時おしかないでしょう、うん、はい、あえてあくまでもジャグラーの挑戦を受けないまあそれは店長にお任せしますんで、まあ、2週間ありますんでね、はいはい、また連絡いただければ。そうですね、はい、でていうか今回はうちなんですか、5週目は。5週目というか次が5週目というか、あ、5月ですか、はい、5月に入りますので、なるほどですね、はい、来週は寝屋川南からの放送になります。いう形になりますんでね、はい、よろしくお願いします。わかりました、いただければと思います。胃がキューってなってます危険危険、明日危険ですよ、うん、はい、うん、次回リベンジ行こう、ね、キュー言うてます。いや、胃がこう、あ、ゴマフアザラシの鳴き声みたいになってるわけですねキューって足で、はい、あ、ゴマちゃんいましたね、ゴマちゃんいましたね、やった、かわいい、かわいい、よし、ラブ城とかって言われてますけどね、はい、はい、というわけでね、本日もおそおそまでお疲れ様でございました。はい、お疲れ様でした。来週お会いをいたしましょう。お疲れ様でーす。ちょっと、やんけ、最後こんな感じですか、最後もうすごい、すごい髪っぷりやった今日、広いっすね。お疲れ様でした。今日よう噛んだな、はい